貧困観光。これよりパープルーム5日目の授業、平倉圭さんと梅地洋一さん、絵画を読むを行います。お越しの際は4階までお越しください。お越しの際は4階までお越しください。マイク使いました。あ、マイク、あ、そうか、これ使えるしてます。これ使えるんだ。使いました。本当だ結構人いますね、今日。5日目の授業、4日目5日目の、そうですね、第5回目の授業、平倉圭さんをお招きしまして、絵画を読むという授業を始めたいと思います。ですね、この授業は、普段はその2階の講堂で机に座って始めるんですけれども、今日は絵画を読むということで、まず4階からこう順になんとなくこう絵画を作品を見ながら3階2階と下っていって、それからこう机にこう対面して話そうかなと思っております。まあ、ここではそんなにこうあんまり喋らずに、まあ、2,3 分でこの部屋を出ようかなと思っております。でもなんかさっきそういう打ち合わせしたんですけど、あ、そうでもないですか、やっぱりここでちゃんと喋った方がいいですかね。いや、1階2階行っちゃうと4階の絵は全部記憶になっちゃいますよね。あ、そうですね。なんかじゃあここでもちょっとやった方がいい、ね、ですね。いいような感じ。あ、そうですね、この手作り感がやっぱりこう、はい、パープルームのいいところですよね。はい、3階が厳しいかなとは思うんですけど。そうです、ここできますもんね。はい、できる。はい、これ今でも2つつけるとハウリングする感じがありますけど。あ、はい、じゃあお願いします。ですね、ここは、パープルーム大学の、まあ、そのプロローグ的な部屋で、一応こう梅津の、私梅津っていうんですけど、梅津の古典視神経と鏡というタイトルでして、うん、まあ、普通の講評みたいになってるんですけど、生徒役みたいな。ですね、左手に見えますあのこのなんだろう、カエルみたいにこうベッドにこうなってるやつが、これはその後ろ姿の私の絵で、ゴーギャンの資料が見ているっていうこう絵があるんですけど、それが下敷きになっています。それでその資料が見ているっていう作品っていうのは、こう本家撮りみたいな感じで、ティッツィアーノのウルビーのヴィーナスとか、あれだ、グランドオガリスクアングルだとか、あとマネのオランピアとか、そういう同じ形を用いながら、なんかそれがこう倍周譜になったり、なんかこう連想ゲームのようにこう続いていくモチーフで、なんかそれをこう、まあ、ただそのそれは全部女性なんですよね、うん、女性で、なんか僕は一貫して、男性なんですけども、こう脱いで自画像を描くっていう、そういう縛りもあるというか、縛りのあるシリーズで、でこれは、ちょっと今までと違うのが、元々の絵のイメージをそのまま借りてくるんじゃなくて、これはその資料が見ているの資料の目線からあのお尻の方を見下ろすっていう、そしてポーズもちょっと変えていて、それでこう布団の柄がちょっとトライバル柄になってるんですけど、まあ、IKEA の多分 IKEA で買ったのかな、そういう柄で、まあ、そこら辺にこうゴーギャンのタヒチへの憧れみたいなものがプリントでこう転写されているみたいな、そういうこう作品で、まあ、イメージとしてはこうなんだろうな、スナップショット的なイメージの打ち出し方をされているんだけれども、そのなんか 点がこうなんていうのかな、ちょっと光学的な点描ではなくて、ちょっとこう視神経をなんかチクチク刺してくるような、そういうような、だからそのイメージはちょっと写真っぽいけれども、写真っぽかったりとか、その EM 打ち出し方がちょっとこう受験絵画っぽかったりするけど、なんかそこはあまりこう重要ではなくて、うん、そういうちょっと私のターンは一旦終わりにします。じゃあこの辺から、はい、この辺から始めましょうか。はい、資料が私を見ている、うん、はい、この辺も頭のところで、はい、横もこっちから見ている、はい、はい、そうです、はい、本当はそのあれですよね、タヒチの13歳の愛人が、はい、横になってて、うん、うん、うん、
これ写真撮って書くんですか？そうですね、写真を撮って書くんですけど、ものすごい見ながら書くっていうよりかは、はい、なんか写真を見て、まあ、最初にこうアウトラインをパッと引いて、なんとなく、うん、あとはもうあまり見ずに、うん、だからその実際の写真のボリュームのような陰影っていうものがあまりなんか再現されていなくて、うん、あとなんかそのなんで後ろ姿のシリーズが最近多いかというと、なんかそのやっぱり顔が自画像ってこう、重要だけれども、顔が本当にこうこれしか何埋めつって分かるところがなくて、ここでも埋めつって分かるから微妙みたいな。いや分かんない。いや分かんないです。まあ、僕は分かりますけど、ね、うん、そういう、うん、あとやっぱりこのお尻、はい、うん、これもその結構なんだろう、これとかあれじゃないですか。はい、うん、言いたくないですけど、そういうこういう部分を描くときに、うん、やっぱり普通にこう肉肉しく描いてしまうと、うん、もうちょっとこれは結構厳しいんですけど、うん、なんかこのパウダリーな感じでこう書くと、うん、ギリギリ大丈夫というか、なんかこれも想像画みたいになってますよね。そうですね、位置が、はい、お尻から反接物みたいな、はい、そうですね、位置的にそう思います。どうしようかな、まあ、いきなり始めクラクラと言います。よろしくお願いします。僕は、まあ、普段、昼間も大学にいて、はい、でその大学では映画とか美術とか哲学の授業をやってまして、はい、まあ、今回のやつさんに、はい、絵画を読むっていう題で話したいみたいなことをメールもらって、で、まあ、そのタイトルとっても面白いしっていう感じで今日来てます。それで、で何をやるかを、まあ、で僕さっき展示を見終わったところなんですよ。それで今ちょっと混乱中ですよね。だ皆さん多分、まあ、今日昼からいらした方も今来た方もだ2回目の人も結構いると思うんですけど、すごい結構膨大で、まあ、すごい酔った後で今この絵に着地しようとしてるけど、まずその手前が旋回してたんですよ。でもう少しだから全体の話と絵の話と両方していくと、そのなんだろうな、3つぐらい気になることがあって、でそのうちの2つはこの回にもあって、あでもこの回にも3つあるのか、あのそのさっき視神経っておっしゃってたけど、そのこういう天平は視神経っぽくないっていうか、はい、観客としてはそのこの回見た時に一番すごいこう目にくるのは、はい、そこら辺 そのリハビリシリーズみたいなのすごいこうアンドレ・マッソンみたいな、こういう、はい、こういう細かいですごいもう細かさをこう細かさで割っていくみたいな書き方してるから、こうかなり近くてもこう見えなくて。近寄った上でこう目をこう開かなきゃいけない、そうすると見えるんだけど、そうするとこうグッていってグッて割るっていうこと自体が海外によって先取りされてるっていうか、目が、はい、そうですね、目がより細かく分かれるみたいな、でそういうものに向かってこう描いていくみたいな、そういうでもそういうドローイングのやり方はこの部屋にその梅津さん以来の、パブルーム生たちの作品のなんか一種のスタイルっていうか、はい、スタイルなのかな、でも、流行りですよね、流行りか、梅津風なのかね、梅津風で、坂本夏子風でもあると思うんですけど、やっぱりその鑑賞者に結構その なんだろう、見てると眼圧が高まってくるというか、その眼球も肉体の一部じゃないですか、なんかそういう風な負荷をかけるのが、なんかこう負荷をかけることで、絵画の価値を担保するみたいなものが割と、推奨されてるんですよ。あ、なるほどね、眼圧作り系、眼圧で絵画の圧を上げてくる。そうです、そうです、そうです、なるほど。でそれとこの展示って結構違う感じがするっていうか、はい、あこの絵、まあ、それがですね、なんか割とこの絵っていうのは自分の中でも、毎回その自画像って描くたびに様式を変えるんですけど、はい、もっと普段はものすごいこう目にくるようなタッチがもうランプしてるんですよ。バーッとこの展示の中にはそれはない、ないですね、ないんですけど、だからそこの、なんかそのエッセンスというか、そういうものだけかいつまんでこう置いてるので、なんか梅津作品としては割とこうなんかクロート向けというか、あこういう抜き方をしてきたかみたいな、そういう作品なんですよ。なんか、もう一つその、はい、3つ感じるっていうことの、2つ目、まあ、1つは、はい、線描の問題、もう一つは、はい、絵の具っぽさで、
絵の具っぽさっていうか、まあ洋画の絵の具っぽさっていうのかな、はい、なるほどなるほど、なんかチューブから出して、はい、うん、なんかそれなりに混色したりもするけど、うんうん、割と なんかすごい生っぽい状態で、で筆で、はい、ああいう筆で、はい、ピッて描いた時の、うんうん、すごい生っぽい油絵の具っぽさ、はい、で、はい、が、はい、まああると思うんだけど、はい、アンブル絵画の中に、はい、でこれこの点描もなんか割とそういう感じ で、はい、で割とそういう感じっていう時に2つのことを言ってて、はい、1つはなんかそういう触覚性みたいな、はい、なんかこういうことだけど、はい、目に来るっていうのはペタペタしてると、はい、もう1つはでもそれってこう普通にこう純粋な絵画としては見れなくて、その、はい、まあ洋画っぽいって言ったけど、はい、そういうこういうこういう絵の具とか、はい、そういう、うんうん、こういう絵画とかこういう絵の具の使い方ってあるよなっていう、うん、あ、そういうこと、うん、文化的なレイヤーあ、なんかでしか見えなくなる、そういう話結構したかったんですよ、うん、で割とこう序盤にそれが出てきて、うん、嬉しいというか戸惑ってるというか、うん、なんかそのパークルームの描く絵画っていうのは、はい、ある意味なんかすごくオーガニックなものが多いように見受けられるけれども、うん、実はそうではなくて、うん、結構そのいろんな画集とか、そういう参照項がいっぱいあって、なんかそこから結構引っ張ってくると、うん、どうしてもそのこう例えば絵の具、まあ、すごく基礎的な話になるんですけれども、うん、なんかその絵の具って例えばそのモチーフの肌だったら肌、うん、布団だったら布団みたいなものにちゃんと擬態させるっていう方法もあるじゃないですか、うんうん、でさらにそれじゃなくて僕は絵の具ですよみたいな感じでこうなんだろうね、こうシグナルを発するというか、うん、自己主張する絵の具っていうものもあって、うん、どちらかというとパープルームの作品っていうのは、後者に当たる、うん、そのだけれどもそのものすごくこうなんていうか絵の具の物質感だけで、うん、押せ押せっていく感じじゃなくて、うん、割とそのアカデミックな意味での絵画空間に張り付いたり剥がれたりするようなその淡いの、うん、そのなんかささやかな絵の具の主張みたいなものを、うん、割とこの好ましくみんな思っていて、うん、僕それは何かっていうと、うん、そのなんでこうなるかっていうとやっぱりそのもうちょっとオーガニックに、うん、だからこうなんていうのかなこう絵画っていうフレームというかこのフォームに、うん、自覚的になるんじゃなくてもうちょっとこうのめり込んで、うん、対象をすごくこうにじり寄なんか対象ににじり寄りながらこう絵の具がこうついていくっていうこともできると思うんですけど、うん、なんかこれがその学習の痕跡というか、うん、なんか僕はそれはその洋画っぽいっていうのはそういうことで、うん、なんかやっぱりその西洋から移入された絵画っていう制度を学習しましたよっていうその念押しのこう蒙古斑のような蒙古斑のようなそこで蒙古斑なんだそうです、うん、そういう、うん、なんかそこをなんか明示するとかログとして残すことが、うん、パークルームにとっての僕の思い込みかもしれないけど絵画に対する誠意だと思ってるんですよ、うんうん、それがすごいね、読むんですよね、あそうですねだから、うん、なんか僕はなんかそのパープルームの、うんうんはい、パープルームで生まれてる絵画をじっくり見るのって今日初めてなんですけど、はいうん、なんとなく僕はのパープルームの外側からその制度批判として理解してる部分があって、でそうするとこういう別にこう、はい、ちゃんと見る必要はなくて、そうですね、あこういう洋画に言及した、はい、で洋画かつ、うんうん、その、はいゴーギャーに研究して自分の体でやってっていうその外枠だけこう見ていくようなやり方でこう処理してきたんですけど、こういう話し方で大丈夫ですか？大丈夫ですか？まあ今日でも絵だから絵見ようと思って入るとその絵の具のレベルの事柄とでも絵の具の一個一個全てがそういうここ200年ぐらいの歴史性を帯びてる、はい、でその歴史は別に自分にとってそんなにこう、うん、なんか好きでもない、うん、好きでもないってどういうことかっていうと、うん、この空間の中では割とこう開放的に見れるのはこの、はい、この面だけど、はい、この面の塗りって一番パープルームっぽくないっていうか、はい、一番こう現代ハンドっぽいじゃないですか、はいはい、白く壁でバサッていって、はいはい、なるべくこう技術が現れないようにして、はいはい、で絵の具の、うんでそんな複雑な色にしてないけども、うん、その複雑な色じゃないかとか、うん歴史の、まあ、それでもそれっぽさみたいなコミだけど、まあ、でも歴史の重みみたいななるべく飛びないようなやり方で、はい、絵の具きれいみたいなところで、うん、
出していくみたいな、はい、こういう、うん、もうするとまあ絵の具綺麗だなっていうふうに普通に言えるけど、はい、ああいう書き方すると絵の具綺麗だなの前に文化的なレイヤーがあるから、はい、で俺日本人だしみたいな、はい、この人も日本人でそのことを問題してるとかいうことを、うんうんうん、絵の具を見ようとしてる態度で、うん、絵の具を見ようとするって、うん、なんていうのかな、絵の具って結構こう言葉をす、はい、吸収しちゃうっていうか、はい、絵の具を使ってこう言葉がギューってすごい吸われてきて、はい、静かになって、うん、自分がこういうものにこう飲み込まれるみたいな感じがあるけど、はい、そういう態度で、そういうなんか生っぽい歴史を飲み込むと、すごい酔うみたいなのが、うん、胸焼けを起こすというか、それがなんかこの辺の、うん、そう、さっき疲れてたのはそこです。あ、そうですね。うん、で、それでも、うん、あ、でもな、これに関して、はい、でもこれも作品ですよね。もちろんです。はい、これ、もうこれでこういう色とか塗るのが、はい、すごいなっていうか、はいはい、これ何なんだろうなみたいな。これすごいパープルムっぽいっていうか、はい、なんだろうな、なんだろうな、うん、なんて言えばいいんだろう。はい、あ、つまり一色だけなら、はいはい、スパーンってことだけど、まあでもそんなに。うん、そうですね。だから例えば南川志門さんとかだとこのピンクに入ってる場合だと思うんですよ。はいはいはい、ただやっぱり、はい、そのちょっと上の世代の、はい、そういうなんだろう、うん、そりゃいいでしょみたいな、うんうん、のが嫌なの。本当に嫌なんですよ。どう嫌なの？そこでも聞きたい。もうなんかもう、はい、みたいな、そんな当たり前なことを、はい、やって何が楽しいのって思うんですよね。うんうん、なんか確かに、まあはい、なんかこれはいろいろとストレスを与えるやり方だと思うんですよ。うん、でもなんかそれが確かに平倉さんが嫌悪感を抱くのも分かるんですけど、はい、でもやっぱりなんかそのそれがね、なんかやり残されまくすぎてるところなんですよ。あ、それすごい面白いな。だから、うんうん、噛み砕くと、うん、そういう絵の具の綺麗さで、はい、こういうなんかベタな誤植みたいなことをやらずに、はいはい、絵画を絵画として完成させるおしゃれな絵っていうのがあって、はいはい、でそれはか、はい、むしろかっこ悪いと感じてて、はい、でこういうふうに、うん、まあだからなってるかな、はい、だから僕はなんかそういう絵画を勝手にフラジャイルモダンペインティングって呼んでるんですよ。ああ、フラジャイルモダンペインティング批判とかね。まあ、ここ批判でもなんか批判している自分っていうものもなんか身体化して私の一部になっていくみたいな、うんうん、言ってるの、うん、はい、もう一回言って。いやだからそのフラジャイルモダンペインティングっていうものを勝手に定義づけて、うん、文句とか言ってる自分っていうものも、うん、ただその相手を批判するだけじゃなくて、うん、それもなんか身体化していくというか。あ、なるほどね、うん、あ、これ自画像なんだっけ。そう、自画像だし、書きありだし、なんかその、まあ、あとあれですね、生活空間に絵画を広げるみたいな、うん、ちょっと幼稚なこう展開の仕方、なんかちょっと幼稚園っぽいこう感じがあるとか。あ、そういう意味ですね、そういう意味ですね。いや、なんかそう見えてたけど、はい、そう見えてたけど、はい、むしろなんかフラジャイルモダンペインティングを体内化しているっていう状態みたいになれると、はい、これそう思う。だからこの辺ならパレルモっぽいとか思ったらいいと思うんですよね。なんかそのパレルモみたいだなとか、なんかその相田さんとかも割とこう、うん、写真に撮ればそう見えるかも、ね、見えますよ、余裕で見えます。なんかその相田さんとかもそういう美術教育とかいろいろ批判するけど、はい、なんかその批判の仕方がベタすぎて、うん、僕としてはやっぱりこう乗れない、なんかまあ結構尊敬する作家の一人ではあるんですけど、うん、なんかもうちょっとこうもっとなんかひねくれた意地悪の仕方があるんじゃないかなって僕には思うんですよ。なるほどね、うん、でも、うん、だから、うん、難しさは、はい、そのだからすごいメタな態度を取ってるけど、はい、そのメタがベタと区別つかないようなやり方になってる。特に写真撮るとそうなるかなと、うん、そうですね、うん、写真撮ったらさ、うん、この中の紫のさ、なんかベタっとした気持ち悪さみたいなのが消えるじゃん、はいはい、そう思います。でもなんかそういう、はい、そういう気、うん、こういうこういうタイプの気持ち悪さで勝負してる絵が多いですよね、はい、そうですね、その弱いわけですね。そんなこう、うん、なんかこう変な感じの補足ですよね、うん、とか、うん、変な形のなんかそのなんかスペクトル的に言うとぶっ壊れてるんです、スペクトルがちょっとなんか波形がなんかこう、うん、ちゃんとこう光学的に、うん、まあ、なんかいい心地のいいこう、うん、あるじゃないですか、あの色のこう組み合わせ、うんうん、それなんてパープルームの作家って大体みんな壊れてるというか、うん、なんかこうなんでこんな気持ち悪い方向に。まあ一方で結構だからそれも酔うとこですけど、うん、あの
あえて、はい、あえての気持ち悪さなのか、うん、それとも割とこう高校生とかで、まあ、中学生で、ね、初めて油絵セットを手にした時にぐちゃぐちゃ絵の具を混ぜてる間に出てきちゃう、すごいベタの、ベタでしかないベタの絵の具のありようみたいなものと、混ぜてますよね。で、どっちでもない感じはする。いや、そんなことはなくて、それは違っていて、その、まあ、明らかに自分たちの絵がどう見えてるかっていうのは意外と分かっていて、うんうんうん、むしろもっと心地のいい絵を描けると思うんですけど、はい、その絵画っていうかその油絵セットをもらって最初に描く時の高校生とかの気持ち悪いもの、うんうん、っていうものを結構忠実に追いかけてるところはあるかもしれないですね。あ、そうですね。いや、梅津さんの絵はすごいそう見えるわけ、うん、だから、うん、特にこの階のはね、下の階の顕微鏡はまた全然違うものになってると思う。あ、近いところですか？いや、2階、2階、あの黒田正規の近いところ、うんうんうん、は同じ顕微鏡でも、そうですね、あっちは受験ベースのものじゃない点、どちらかというと工芸を目指しているところがあって、はい、リハビリはどうですか？リハビリは自分の中でこう自画像の作家っていう印象が、まあ、強く持たれやすいんですけど、はい、点数で一番言うと一番多いのはこのシリーズで、あー、なんかこうコンパクトな紙とか、うん、こういうものに、うん、割とこう、まあ、好きに、あ、楽しそうに描くというか、うん、まあ、でも実際はそんなに楽しくないんですけど、うん、こう、なんていうんですかね、自分の中で、ここでこれ誰が描いてるんですか？これはですね、僕と筒井さんが共作で解説を書いてます。あー、はい、なるほどね。なんかやっぱり全部自分で書くとちょっと美術館っぽい解説にならないなと思ったので、古今東西がさまざまな財形結構あって誰が書いてます？あ、それは僕です。あ、そうなんですね、はい、そういうふうにそう見える印象操作ですよ、うん、へえ。やっぱクリーンとかボルスとかも好きだし、いや好きなの分かるけど全部すごい、うん、なんていうか、うん、梅津さんのスタイルですよね、はい、なんていうか、はい、まあ、全部この、はい、このドローイングが入ってるからでもあるけども、はい、うんうんうん、あ、つまりなんかこれだけ読むとすごいそのシミュレーションというか、はいはい、まあ、その、うん、なんていうの、その、はい、ある画家のスタイルを模倣するみたいな話だけど、はい、全然そうはなくきてなくて、はい、で、だからやっぱりこれすごい自画像っぽくて、あ、そう思います。梅津さんのスタイルで、はい、梅津さんの好きなさまざまな絵画、はい、こうなんか試したりとかしつつ、はい、でその試すときに距離感があって、はい、割とこう距離持ってなんか描いてるときと、はい、なんか、うん、これとかなんかすごい距離感がなんか自分が出るっていうか、はい、これは 旅先で描いたものですね、うん、あと仕上げるときだけジョナサンに持ってったりとか、外で描いたりとか、そういう、あ、そうか、そういうこともできる、はい、小さいので、こういうツルの面を作ってから、作ってから描きますね。紙合わせで、こう、そうです、そうです、ちょっと予備構成に手伝ってもらったりとか、うん、そういうところで使います。何で、それを持ってって描く、はい、うん、まあ、あとその染み込む下地と染み込まない下地とか、はい、結構いろんな種類の地を使ったり、はい、なんかあんまり言いたくないですけど、こういうのは、そこが彼が読む話でしょ。いや、そういうそのそこは下日本の話になっちゃったらダメなんだ、ね、ですよね。そうです、そうです、なるほどね。このシリーズの一番最初の方に書いたのはこの消えない蒙古斑シリーズで、あー、うん、消えない蒙古斑っていうのはその自分がその受験絵画に対するテキストを書いた時に、はい、なんかこう蒙古斑っていうのはそのアジア人にしかない、まあ、一種のこう DNA に刻まれた汚点であるっていうことと、ええ、そのフランスがたまたま芸術大国だった時に、うん、なんか黒田がその時のサロンを、うん、の様式を移入して、うん、それがこう黒田の体質と混ざって、うん、なんかそれが今 その受験予備校とか美大 の、うん、あの絵画 の、うん、その価値というかそのメソッドそして今も引き継がれてるっていうこと、うん、っていうのを蒙古斑って言ったんですけど、まあ、それをこうその蒙古斑の部分を絵画化したらどうなるかみたいな感じで始まったシリーズなんですよ。うん、なんかね、その説明はその説明でクリアに分かるんですけど、うん、はい、あ、分かって、それからおっしゃることが、はい、この絵の距離ってすごいありますよね。そうですね、なんか僕そこが大事だと思っていて、うんうん、その言説と実際にやってることの違い、例えばこの絵の、うん、まあ、はい、
なんか一見してすごい変なところってこの黒い線だと思うんですけど、はい、あ、そうですか。これって、はい、うん、何なんですか。これはですね、漫画のコマみたいなもので、あ、漫画、昔漫画をいっぱい描いたんですよ、はい、10年以上前は、ええ、うん、その名残にコマがあるんですね。結構最初にコマ割りをしてから描いている。コマはそうですね、分割して、うんうん、でコマの境目がなくなって、あ、でここだけ一回もう一回強調してみたいな、強調した後に絵の具はみ出してみたいな、へー、とかそういう。今パープルームでは、はい、なんか漫画がなんか重要なメディアになってる感じが。でそれはここ1ヶ月の話で、なんか渡り海に向けて、あ、そうなんだ、ちょっとエピソード不足だから読ませるから、そう、あの常に行えてる、毎日書こうみたいな感じで言ってます、はい、安藤さん、うん、安藤さん、はい、とともきくん、とともきくん、僕も昔そういうなんかこうマイクロポップより前になんかマイクロポップっぽい少女漫画崩れみたいなのを書いてて、梅津さんのその理論構成の中で漫画ってこう位置を持ってるんですか、はい、なんかヨガとか画壇とか団体展とかあるけど、漫画っていう、まあ、それはそれで結構日本の現代美術で主要な参照、そうですね、 むしろこう避けている部分はあって、うん、だけども自分もそういうところから結構実は始まってて、その隠蔽したい過去だったんですよ、だけれども今回その恋性を乙女なんだっけ、パープルナイフと別位置の構想画で、はい、やっぱり そういう部分もこうちょっと出した方がいいかなと思って、だからその言語化されてない領域、恋性を求め、やっぱり恋っていうのはやっぱりなかなか言語化できない領域だから。恋性を求めかなと漫画の関係はどう？だからその、はい、もう結構直結していて、僕はその、はい、ラブレターの代わりとかに漫画描いてたんですよ昔。ああ、なるほどね。その完全に渡すんですか？それは自分の中で、うん、渡せなかったことの方が多い。はい、こんな話はしたくない。それどうするんですか？その漫画どうするんですか？なんか10分ぐらいだけ吸って、はい、あ、するんだ、はい、吸って配ったりしてました。誰にその辺の人にその辺の人に、はい、その好きな人にも届くの？届かないです。届かない、はい、その辺はやっぱりこう有馬薫さんとかのキモさにつながる、共感してもらえると思うんですけど、有馬さんとそうか、はい、でもそうか、うん、いや、有馬薫さんもやってそうだけど、いや、うん、村山海太のラブレターとかあるじゃないですか、ピンクの。あ、見たことない、なんかそういうのとかは結構、もう本当にストライクゾーンで、それ、はい、ピンクなんですよ、うん、すごいなんか絵みたいな感じで、もうなんかギザギザとかも入ってて、なんか紙、それとこのシリーズで実はすごい近くて、あ、そうか、そうなんですよ、だからその洋画家じゃないですか、絵画っていうものも洋画家だけど、そのラブレターが僕一番いい作品だと思ってて、それの花粉がこう、あ、ちょっとそれすごいすごいいい話ですけど、そ, あの、その話と、あとパブラム見てて結構びっくりしたのは、はい、絵画っぽさがあんま気にならないというか、はい、絵画っぽさって例えばこういう厚みを作って展示するとか、はい、まあ、わざわざこういう形にしてる、はい、今の話だと、まあ、それこそおしゃれ系絵画の話になるけど、紙に描いてペタッてあってもいいわけですよ、はい、そうしないで、まあ、絵画っぽくする、うん、でも絵画っぽくするしてることはそんなに嫌じゃないことに驚いたんですけど、はい、でも今の話だと、漫画とか、はい、ラブレターとか、紙ベースで、こういう裏打ちとかしなくていいんですよね。いや、でもそれはちょっと戦略的な部分になってしまうんですけど、はい、やっぱりその自分の世代っていうのはその青木涼子さんとか伊藤園さんとか、そういうのを散々見てきたから、やっぱり同じ戦略は取れない。あ、そうか、絵画をむしろすごい絵画好きだって分かるのに、絵画じゃないことやってる人たちの世代を相対化するってこと？いや、ちょっと違うんですけど、やっぱり彼らっていうのは、はい、ちょっとやっぱり、関西系の美術教育っていうのは少し変わっていて、なんか、東の方っていうのはやっぱりこうちゃんとしたこうアカデミックなものを経ていくんですけど、彼らはそこをすっ飛ばして、いきなりこう海外のトレンドと結びついたりとか、結構軽やか、いい意味で本当に軽やかな模範解答の一つだと思うんですよ、日本人が作品を作る上での、うんうん、でもなんかそのショートカットの方法を結構その自分がアートを始めた時に大量に見て、まあ、影響を受けたし、ああでもこれはなんかなぞれないなと思って、だからむしろそうではなくて、洋画とかそのこういう絵画っていう 重さ、誇りをかぶってる洋画のようなものとか、うん、そういうものをなんかその先行世代が軽やかにやったようなところにこう落とすというか、
だからこう、うん、ちゃんと絵画というフォームとか、こうか自画像とか、はい、硬い画題があるけれども、それをもっとこうユースカルチャーのように扱いたいっていう。ああ、そうか、うん。ユースカルチャーなんだね。そうなんですよ。ああ、でもそれはすごいリアリティあるな。うん、だから、あの、かっこよくない、うん、はい、日本の高校生の、うん、はい、ユースカルチャーとしての美術部みたいな、はい、そうだから黒田正規やばくねみたいな、そんな高校生はいないんですけど、うん、僕の中にそういう高校生がいっぱいいて、うん、うん、うん、そうなんですよ。へ、でもそれすごい寂しいユースカルチャーですよね。寂しいですか？いや、もともとは寂しかったんですよ、僕一人やってたから、はい、あ、そういう意味でね、うん、はい、でも実際に本当に予備校生が来たから寂しくない、はい、でもね、賑やかな孤独っていうものもあって、今僕の周りには結構その昔の友人とか全部捨ててきたんですけど、うん、新しいコミュニティができていて、うん、かそれでも本当にこう解決できないこう悲しなんか寂しさみたいなものは日々あります。いや、今言った寂しさっていうのはあの要するにユースカルチャーって生まれてきた土地から切断することじゃない、それでさ、はい、なんか突然こう大きな服とか着てさ、はいはいはい、用とかやったりとかすることで自分一回生まれから切断するっていう、その時にまあ外国とかアメリカとかがすごい主要な参照国だと思うんですけど、そういうふうにやることがかっこよくできない人が、例えば美術部とかで油絵描く、三軍がで自分の位置を確かめる、でそういうスカルチャーってあると思うんですけど、寂しさはそれがやっぱりどっかで油絵描くってなんかやっぱり正当な、うん、はい、その要するに明治以降の世界の中でね、はい、ある程度こう、うん、保障されてる部分があるんで、その歴史を黒田清輝とかが作った伝統の中にある、はい、でその、うん、そのユースカルチャー、ね、だからそれすごいリアルな問題だけど、うん、それってだからそういうもので油絵やってることでの、うんうんうん、現代美術界から距離を取るけど、うん、一方でそれの安心感をそこで支えてるのはなんかそういう、うん、まあ、うん、まがいものだったりこう歴史が浅かったりするけども、うん、一種のなんか正当性っていうかを帯びてるものじゃない、うんうんうん、はい、そこが寂しいなって感じしたの。うーん、あ、そのまま話していいかな、荒、うん、木さんの位置がすごい気になったんだけど、荒木さんの位置は荒木さんがあそこに置きたいと。ああ、そうなんだね。あ、そう、荒木さんがなんであそこにあるかっていうと、そのむしろこの展示の中に荒木さんがなぜいるか、小学校から中学校の時に、うん、たまたま団地が隣だったんですよ。そうなんです。あ、みんな知ってるんですか？いや、誰も知らないと思う。あ、誰も知らない。そんなに説明し、なんか説明もしないって、ね、あれ団地ですか？そのビートビーってあると思うんですよ、はい、あれは僕が住んでた団地の高さ、山形の荒木君は山形に測りに帰ってるんですよ、一回、うん、この忙しい中、うんうん、であそこの高さが B 棟の高さなんですよ、5階建てなんですけど。あ、ちょっと待って、どこあそこのアーチの側面のところに B、はいはい、あ、見逃した、あるんですか？うん、あります、はい、はい、うん、それが、うん、それが B 棟で B 棟の高さ、そうで C 棟ってものが同じ、はい、全く同じ形の C 棟ってのがあって、そこに荒木君が住んでて、はい、で僕がその中学校の時に、うん、なんか新聞委員長だったんですよ、はい、うん、で、荒木君が新聞委員だったんですよ。マジでね。そう、そんでその3日前には出しましょうとか僕が言って、はい、荒木君がはいみたいな感じでやってて、はい、でもそんな友達でも何でもなくて、うん、ただの新聞委員だから新聞委員なので、そう、学年も一緒、学年は違う、3つ違うから、はい、僕は3年生で1年生、うん、だからそんなさ、うん、3年生からしたら1年生だから、うん、なんかもう何でもないじゃないですか、うんうんうん、そうこうしてるうちになんかアメリカに行ったんですよ、はいはい、留学してしまって、もう僕も記憶からそんなすぐ消えますよね、でお互いその美術作家になんかなろうとしてるぐらいの時に、うん、数年前にたまたま再会したら、うん、なんかこう田中幸喜っぽい作家になってて、でそのあれ僕はなんか洋画みたいなものと向き合ってて、うん、なんかものすごいコンプレックスを感じたんですよ、僕は。まあそうでしょうね、うん、なんかその彼らのリレーショナルアート的なものをちゃんと実装しつつあって、うんうんうん、僕はなんか黒田が悪い場所がみたいな、うんうん、ダサいこと言ってて、うんうん、あ、すいません、佐々木さん、それでそうだから、それで今回初めてちゃんと展示に、うん、読んで、うん、そのメールで見てるとかもすごくこう少ないというか、うんうん、お久しぶりです、ウィッツさんみたいな、うんうん、へー、そういう結構この展示って言えないミラクルがいっぱい入ってくるいや、すごい、ただミラクルぞって感じ、いや、荒木優さんはなんかそういうこと若手で、はい、うん、はい、で、その日本とアメリカの文脈を育ちの中で獲得して、うん、で、
まあ、グローバルなアートシーンで活躍できるアーティストですよね、はいはい、でテーマにしてるのはでもその日米っていう文化的なその分別だけど、はい、だから同じことを、まあ、メッツさんはまあ日本とヨーロッパだけど、はい、要するに日本の近代化で必ず抱えるその二重性を美術部みたいな寂しいユースカルチャーでやってるけどでも同じ問題をローカルに残ってるっていう人と、同じ問題をグローバルコンテクストに開いてやっててる人とだから同じ問題をやってるんだけどそうだけど見え方としてこっちが超損してるんですよ損してるっていうか損ではないな、うん、いやでも酔うのはそこなんだよねそう大事、うん、でもやっぱり平倉さんの世代からすると、はい、ああいう方がいいんだと思うんですよ見やすいし酔わないし、ね、酔わないし、うん、でもなんかこれに酔ってるようではやっぱりなんだろうな世界のアートが均質化していく中でうん、うん、そこにこう抗っていけないと思うんですよいやそれすごいよく分かったから、うん、そのすごい、うん、だからその平倉さんにもできるんですよこのアップルームでこうその酔いに慣れていただいて、はいうん、いやでもなんで酔うかって言ったら結局自分も要するに今39なんだけど、うん、要するに高校生の時普通にこうダサいニュースがあったから裏返ってたんでそういうものを抜きに見れないから酔うんだけど、うん、だからその酔いは何なんでしょう僕も酔ってますからねあそうかずっとやってるけど本当は僕コンセプトしてるアートとかが好きなんですよ本当にちゃんとしたというかはい、例えば何だろうな、はい、ソルビットも好きだし、うん、アナメニエエメニエだとかも好きだし、なんかそのコンセプチュアルじゃないけど、なんかこう本当にこう現代バズヤンアデルとかが一番、あ、ちょっとわかる。バズヤンアデルってあのこう、うん、大西洋をさこう、うん、なんか横断して途中で死んじゃう人、うん、あ、わかんない。あとこう自転車でこう川にそのまま突っ込んで終わりとか、あ、そういうかっこいいなと思うんですけど、なんか写真だけ見たことか、そういう。うんそう学生の時は観覧車とかに出入りしてて、うん、観覧車でそういうものをこういっぱい見てかっこいいなみたいな、うんうんうん、でもなんかそういうことではなくてやっぱり自分のその、うん、美術部的 なんか本当にこうなんか恥ずかしくなるような部分を、うんうん、なんかその沢井さん的な悪い場所として相対化するんじゃなくて、うん、もっと身体化して、うん、でかつそれをこう居直っていくんじゃなくて、うん、それを使ってどうにかこう、うん前線に出れないかっていう前線ああなるほどね、うん、いやパープルーム面白いのは それですよね、はい、なんか野心とか、はい、成功って言えばいいのかな、はい、成功に対する欲求とかが、はい目に見えるみたいな面白さはすごい面白くて、はい、でまあ自己言及的に扱われてるけど、はい、なんだっけ、うん、成長の螺旋運動みたいな、ね、人をこの出入りを活性化し、はい、情報を全て発信し、普通の予備校のなんか、あ、予備校っぽいやり方でね、その字を全部入れ替えただけなんです、はい、あ、なるほどね、うんうん、でもなんかそれに合うのすごい楽しくて、はい、うん、うんうん、その部分と、はい、これだけだと僕ちょっと、うん、辛い感じが勝ちすぎるけど、うん、その話と、はい、そう野心の話と両方あるのが、不健全なところと健康的な部分がこう割とこう、うん、はい、まあ、どっちも健康ではないけどね。貝を買いますか。このままこれあれですよね。3階行くの大変ですよね。これ3階行くの大変。何ターンかかかるから。ちょっとずつ、3階に移動していただいて、うん、その間も我々喋ってたり、はい、あ、この声って他の階でも聞こえたりする？3階聞こえます。あ、じゃあ、はい、喋りながら聞きましょう、はい、じゃあ3階に皆様、はい、5、6人ずつじゃないと乗れないと思うので、あ、そうか、ここからエレベーターしないと、移動していただけたらと、うんうん、じゃあ移動中も話しつつ、はい、感じで、はい、例えばその絵画 のメディウムのあり方とかは、確かにこう、おっしゃることは分かるんですけど、パープルームっていう構造は、例えばその学校と生活空間と展覧会場が重なってるとか、なんかそういう試みっていうのはなんかこう、なんかその現代アートっぽいなとは思うんですけどね、なんかまあ現代アートっぽい部分ですよね。でそれ3階が代表してるわけですよね。3階が一番なんか、絵の具のふにょふにょした感じを、まあ、一番創意で、まあ、コンセプトで見れる感じが、まあ、一番、まあ、質感的にですけど、そうですね、そう、参加が、普通に自分がキュレーターになって、うん、やってる感じですね。でも3回、まあ、3回で話せないと思うからここで話し始めちゃうけど、はいはい、うん、3回で気になるのはパープルームの予備校生たちの言語仕様のあり方、はい、
言葉がもやっとさせるじゃん、はい、パープルームフリーペーパーとかでもさ、はいはい、なんかある結構すごい重要な問いみたいなことが書いてあって、なんだっけな、すごいびっくりしたのが、なんだっけな、これとこの話、これについて聞いたら、はい、こういう回答が返ってきたんだけど、はい、有馬さんの話だったかな、有馬さんに絵の奥行きのことを聞いて、はい、でこれ何でハサミを切ってるんですかって聞いたら、レイヤーで作ってるんだっていう回答が返ってきて、はい、でもそれは何で切ってるんですかっていうことの回答になってない感じがするみたいなことが書かれてて、でそれすごいこうリアルな、なんか批判的思考の道筋だと感じるんだけど、なんかそういうものが必ずこう出てくるたびにこううにょっと隠されるっていうか、ふわっと混ぜられるみたいな、そういう言葉の使用の仕方みたいなものが特定の個人にではなく全体に共有された感じがして、でそれがねすごいね絵の具っぽいんだよね。あーそうかもしれない。絵を描くときに特定の図柄がバッキーンって発生しないような描き方をするじゃない、同じ描き方を言葉遣いにおいても行ってるって感じがして、でそれもまた読むんだけど、そうですね、それは必ずしもいい点ではないですね。うん、そう、そう、そう、それはそう感じた、うん、まあ、だけれども、なんかそこを、そうしないと、パープルームっていう組織は成り立たなくなっていくんですよ、まあ、なるほどね、だから、パープルームが絵画だって書いてあったらと思うんだけど、それが本当にリアルに分かって、それバッキーンとかやると、絵が壊れちゃう。そうです。てかものすごい強いディレクションしないと、はい、そういう絵は描けないことになっちゃう。そうするとやっぱりこう、トップダウン式のツリー状の組織になってしまって、やっぱりあくまでもリゾーム的な、まあ、ちょっとしたツリーは多分あるんですけど、ちょっと手は保ちたいなという。なるほどね、そうか、まあでも組織作りとしてもさ、こんなにモヤモヤさせるとさ、ベタには、まあでも、でももう結論は出てるけど、まあ、ベタにはあまりこう綺麗じゃないじゃない、まあ、今っぽくないみたいな感じでね、その中で太平さんだっけ、太平さんは、まあ、絵のありようとか使ってる問題はうにょうにょ系だけど、もやもや系だけど、まあ、立ち位置のプレゼンテーションの仕方とかはこうパッキン系だよね、こっちからしたいか。あ、はい、ありがとうございます。それは、太平さんっていうのとも知り合ったのが本当につい、なんか本編の直前で、あ、なるほどね、なんかそういう人を新キャラなんです、ね、そういう、あ、はい、はい、ちょっとここで会話切れます。はい、今なんかあれだね、放送がこう太平さんについて喋っちゃいけない。4回からってなんか良かったかもしれないですけど、いや、すげー面白かった。面白いですね、なんか北川さん、良かったよね。ありがとうございます。ただいまー。帰ってらしてよ。あ、意外とは、でもこれなんかどこかで作品の壊れ方じゃないかな。ちょっとここは短時間で済ませましょう。はい、そうですね、なんか太平さんのような作家とかは、やっぱりその、パープルームの気持ち悪さ、やっぱり言ようには自家中毒じゃないですけど、なっていくって自覚がすごくあるので、定期的にそういうちゃんとした作家をこう入れるようにするんですよ、入れるというか、まあ、ちゃんとしたっていうか、そういうちゃんとしたっていうか、ちゃんとこう分かりやすい、明快なこう割るタイプ、はい、この前結構そうですよね、これとかさ、はい、結構、まあ、そうです、これはもうあれですよ、技術手帳の入れ替特集のページで、はい、こうなって決めて、いきなりご連絡して、あ、そうなんですね、だからキュレーションなんだね、はい、これだとすごいこうバッキリできるってこう、はい、でもなんかこの作家っていうのは小林文具さん、はい、普通だと ICC とかで会場決まってて、はい、なんか本当に良くない意味でメディアアーティストとして成功して忘れ去られていくんだろうなって、勝手な失敗をして、このパープルームの気持ち悪さと合わせたことによってお互い助かるみたいな。あ、そうだね、それはそうかもしれない。そうなんですよ、この場所ですごいかっこいい。そういう意味でもキュレーションとしてもここはうまくいっていて、このオレンジの木とか水色にするとか配置とか大体私が考えていて、ここはパープルームの絵画抜きバージョンというか、なんかその、パープルームが見てるアートの その地形みたいなものを、なんかそのゲストの作家の力を借りて、表している。なるほどね、それはアナウンサー担当なんですか。はい、いや、たまたま、ここは絵画の人が入っちゃダメな領域だから、予備校生からはアナウンだけみたいな。ああ、なるほどね、はい、
の微妙にこうぬるい解像度って、はい、スマートフォンだからか、あ、スマートフォンだからか、うん、なんかあれによって結局もにょっとしてて結局絵画的なものになってる、やっぱりそこら辺が変わってる。普通だったらそのね、一眼レフでしっかり撮るところを、はい、そうされないんで、そうするとすごいパキンって分かれる、まあ分かりやすくて結構今残らないことになるけど、ちょっとそこにタップルーム性が実は解像度にあったりとか、うん、まあ、僕もそう思いますね、うん、まあでも、そうか、でもこの部屋に呼ばれることで、はい、なんか良さがいない人とかもいるんですかね。いや、この部屋は、うん、自分でも、自分で言うのもなんですけど、キュレーションとしては、うん、素晴らしいキュレーションだと、うんうん、思ってます。特にやっぱり小宮さん、小宮マリアさんの作品とか、はい、本当にこう、はい、うん、なんか普通のホワイトキューブにあったりするよりも、小宮さんの作品が気になったの、僕は。あ、ダメですか。いや、ダメじゃなくて、はい、この部屋に置く、うん、この部屋に置くか、はい、別の階に置くかで、はい、見え方変わる作品ですね。そうですね、うん、最初は4階だったか、その、はい、荒木優君の場所だったりとか、うん、2階を想定したんですけど、やっぱり3階だなということになって、うんうん、そう、小宮さんの作品も説明がないからわからないと思うんですけど、はい、なんかその皮膚めいたものがあると思うんですよ、うん、それ実はその私の皮膚の複製だったりとかして、うん、なんかその、あ、そうなの、はい、そうなんですよ。ウメツさん、ウメツさんのやつがそれなんか肩を描かれていて、うん、毛を描かれていて、うん、これ何ですかって言ったら、ハムですとか言って、なんで私がハムやったのかって思うんですけど、でもまあそういうシリーズだと思うんですよ。なんかこれの私の皮膚が入っていて、皮膚の複製、うん、だからある意味これもその自分の剥製のようなものになってるし、うん、あとさ、うん、まあ、さっき、はい、まあ、そうか、うん、この搬入の凄まじさはちょっと聞いたんだけど、はい、その話を聞いて、はい、パークルームっていうのは基本的に搬入っていうものが存在しないことになってるんですよ。あ、まあ、まあ、キノコのように勝手に天獣が生えてきたみたいな設定いや、あのね、この言葉結構いい場所にあるなと思って、はい、まあ、言葉に関してはでもあそこの、あそこだっけ、はい、あ、下の階か、はい、田中さんの、はい、田田裕樹さんの批評は結構こう、はい、確信についてるようには感じられたけど、で作品見てるとさ、はい、ここら辺とかでさ、はい、ちょっと下とかでここには書いてるのか、手札が、うん、ありますね、手札が語りかけるのじゃん、はい、あ、そうかそうか、そこに入れないと持って喋った方がいいですね。そうです、ありがとうございます。そう、なんか言葉の、まあ、今ここにハムっぽい月って書いてあるから、はい、それこれは小宮さんが貼った手札で、うん、なんか元々はその、うん、僕がそういうツイートをしたんですよ。なんかこれハムって言われて月っぽいなと思って、ああ、それを組んで小宮さんが出して貼ってくれたんですよ。で、こういうレグを貼ったりと思ったり、そうなんですよ、そうか、だから後で地下に行って気づいたけど、はい、あの結晶の作品とリスカちゃん、この作品とは違う人なんだね。でこれ一緒になってる方がそうですね、いい作品ですよね。そうなんですよ、でも一人の人間が できてたらちょっとすごいけど、言ったら気持ち悪いですけど、これが出てほしい感じまあでもパークルームが作品になって考えた時にはかな、うん、2階に移動しますか、はい、はい、あ、じゃあちょっと2階に階段から、あ、そうです、エレベーターも、エレベーター、そうですね、階段でお願いします。タートルームからすると小林信久さんとか、あの、はい、やってるシンプリーズのようなあの宮下大輔さんとか、うんうん、全く交流がなくて、うんうんうん、むしろこう、うん、あまり好ましい作品じゃなかったですもともと、うんうんうん、だけどこう、うん、この前の名古屋の展示と今回と一緒に参加することで、うん、ちょっと親戚のような感じに、うんなったんですよね。なんかそういう風にこう、うん、アート界の、うん、こうなんかこう審判していくような感じですね。なるほどね。なんか年金がなんか変な出てきた。表してるぞ。そうそうですそうです。じゃあそうか。なるほど。で、なんかその努力で参加する作家も
例えば、いついつに展示があります、搬入何日ですみたいな、よろしくお願いしますみたいなことではなくて、割と作家ごとにも誘い方とかを全部変えていて、ものすごくなんかその明らかんとした人もいれば、ものすごい濃いドラマが背景にある作家もいたりして、そういうところがこう、ハートレブともですね、そういう展示っていうフォームとか、キュレーションすることとか、絵画とか何でもいいですけど、そういうもの、全般にわたるそのこうアンチではなくて、違う提案というか、平倉さんの言葉で全部モニュッとさせるというか、そういう営みな気がしますね。なるほどね。ただ僕が思うのは、なんかそれっていうのは、アートっていう、アート一つの森に例えると、なんかそのアートが豊かになる行為だと思っていて、やっぱり今どうしてもそのアートっていうインフラはこう分かりやすい方に、理解されやすい方にっていう風にみんなが流れていて、なんかこの僕はそのアートっていうものを信用が置けないけど、逆にこのもっとこう不確定なものとかモニュッとしたものが当たり前にあれば、なんかもっとこうアートっていうインフラは面白いんじゃないかなっていう風に思っていや、まあ、そこは全然わかる、でそれは、書いてるし、わかるけど、ハートレブだからもう一段階複雑だよね、だからモニュッとしたものを、これこそが日本のローカルな、文化でそこを掘らないとみたいな、でそれを悪い場所じゃなくやるみたいな話はすごくクリアだしわかるけども、それ以外のことが起きてることが面白いって感じなんだ。そうですね。だから例えばこの回だと2つの言語資料があって、旗はすごいクリアじゃない。旗はかっこよくて、色もかっこよくて、結構良くて、多分これみんなで手書きなんですよ、レタリングで。そうなんだ、さっきレタリングの風景みたいな、その、でもかなりこうクリアに言葉がポーンって飛び込んでくるものと、フリーペーパーのモニョモニョっとさせた言語資料と、でその2つの同居っていうのは、そもそもこの空間自体の中に、なんか別の言語とか別の絵の描き方が混ざってて、それを面白く感じるな。でそのまあでも2階に行きます、行きましょうか。じゃあ2階に残った皆様も早く移動しましょう。お疲れ様だ。ザ・パープルームのような、パープルーム以降をちょっとこう広いところに展開したような、パープルームのオーソドックスなクラシカルな、まあでも2階の階がちょっとミスが濃いからな、ハードコアで、もうあれですよね、1枚とかで1時間ぐらい語れますからね、そうですね、我々だったら、てか、まず光陵さんの絵が、見るのに1時間かかる系ですよね、かかりますよね、だから自分見切れてないんだけど、でも、MS さんにとって高齢者さんの絵はどういう、例えば左の方がちょっと分かりやすくて、これはその高齢さんにパープルーム発足の時からお願いしているパープルームホームページというホームページがあって、なんかそれの地図なんですよ、で例えばこの辺にこうゲームっぽいなんかこうグリッドがあると思うんですけど、これはその高齢さんになんかこうサガ2、ゲームボーイのサガ2っていうゲームがあって、その攻略本を渡して、これとかあるんじゃないかみたいな、でそういうものがこうあったりとか、まあでもあとその他の出品作家の作品がちょっとあったりとか、なんかそういうものなんですけど、でもそういうことではなくて、そういうことではなく、そうこの絵はどういう絵なのか、絵は、ですね、めちゃくちゃ難しいですね。いや、まあこの全体の展示の中では、こういう言い方が適切かわかんないけど、
絵の水準が違うって感じられるので、それでそのだからあんまりこう雑に見えない感じがあるんだけど、でそのなんか水準違うっていうのは、まあ、単にその色の使い方とかにおいてもなんかそうですね、すごいこうなんですかな、はい、うん、すごいなって思うのって、すごいなって思うのはさっき言ったような意味での、うん、ダサいコントラストのつけ方を絶対にやらずに、うん、でもおしゃれ絵画にはせずに光陵さんの絵でしかないようなやり方をずっとキープしつつ、うん、この複雑な構図を作っていくっていうことにまずすごい驚くんだけど、うんうん、でもなんだろうな、まあすごいいろんなレベルで、うん、まあ言葉の問題もあるしね、うん、まあ、一番最初にこう見始めて一番最初にびっくりするのはその女神の画、うん、はい、というか、うん、目とかの半分ずつがこう、うん、黒いこう、うん、黒っていうのがなんかこう消されるみたいな、はい、処理みたいなことが、はい、絵画だから、うん、絵画だから文字も書くことができて、はい、文字が書ければ文字は質的に消すこともできて、うん、とか思って見てると、うん、文字に見えるぞとか書いてあって、うん、ドキッとしますね。これびっくりするよね、うん、だからさっきテプラの話をしたけど、うん、テプラの経験みたいなものは、はい、うん、テプラ面白いなとか思ってここに来ると、うん、もっとなんかもっと強烈なやり方でこの一枚の絵の中にあったっていう感じがあるんだけど、はい、でそれはもちろんさっきの、はい、うん、女神とかあと文字が重なるのか砕けるのかして暗号化していくプロセスとそれが図像化していくプロセスがこういうレベルであって、でこのレベルに行くと絵の具の厚みのこういう操作が目に入ってきて、でこう引くとでも全体の大きな構図みたいなのがあって、それがなんか歴史画の参照になってるみたいな、なんかそうですね、もともとはこれ黒田正規特集みたいな手帳であって、ああ、はい、その時にページを16ページもらって、はい、なんかスッキリ使っていいと言われたので、うん、光陵さんに構想画をテーマに絵を描いてほしいと言って描いたんですよ、一回。それのなんか第2弾というか、うん、なんかこの辺がその第1弾の名残があって、それをこうちょっとこう大きくしたらしいんですけど、でもなんかそれでもなんかこの絵ってそういうことでもなくて、うん、なんかその確かに下敷きに構想なんかシャバンヌとかがあるけど、うん、なんかそういうものを完全にこう無効化している、うん、っていうところに僕は結構恐怖を覚えるというか、建物だしね、うん、建物になってしまっていて、で構造も全然こう改変されてるし、なんかその原型をとどめてないのにちゃんとこうタイトルは文字で書かれてたりとか、いやこの絵の難しさは、うんうん、なんとかして、うん、絵として語ろうとしてるんだけど、うん、はい、絵として語ることになかなかこうたど、うん、り着けない感じが、はい、すごい難しいなって感じるんだけど、うん、はい、でも、うん、でもまあ、それでも外側から考えていくと、うんうんうん、僕そのビテ帳のページ見たんだけど、うん、はい、印刷物で見るのとこれで見るのと全く違うじゃないですか、うん、違いますね、そもそも厚みの処理がないのと、はい、印刷物を見てるときはこちらはその、うん、印刷されてるもののスケールを無視するんだけど、はい、絵画だとスケールは、うん、スケールサイズ、うん、まあとにかくこの大きさじゃない、はい、うん、でこの大きさの中にこの文字とか、うん、この図を割っていくっていうことが、はい、まあ眼圧っていうか、まあ、ほとんどこう、はい、うん、体に来る圧として、はい、このサイズの処理が、うん、サイズとこの厚さの処理みたいなものが来るけど、はい、うん、それ印刷だと全部消える。そうですね、うん、それで、うん、けどそういう絵画を物質的に味わって、うん、あすごいな、このすごい豊かな物質だなっていう話をしてるところから連続的にそれが文字の経験、はい、で文字ってすごいこう場所を持たない物質的なもので、それが行き来することが
になんか絵画を読むっていうタイトルを聞いた時に、はい、あ、それいいなって思ったけど、はい、一方で、はい、迷ったのは、はい、読むってそういう文字ベースの、はい、文字にもともと使う言葉を絵に対しては使う時に、はいはい、それでいいのかなとか思ったんだけど、はい、この絵はその読むっていう経験をなんか もう一周回転させて、はい、絵画を単に言語に還元するっていう話ではなく、はい、絵画そのものに熟して、うん、あ、本当だ、うん、これ何時までですか？7時半までです。あ、30分です。一周絵画読むっていう経験をこう、はい、うん、一周か二周させて、はい、絵にしてるっていう感じが、はい、まあでも正直見切れてないんだよな、うん、さっきシパーラも見てたけど、いやなんか、うん、僕たちもこう住んで毎日見てるんですけど、はい、なんかやっぱりこうこれが飾ってあるんですか？あ、じゃあこの展示に僕住んでるからですね、うん、はい、だけどそれでもやっぱりなんかスキャンしきれないというか目で、まあでもあと30分だからさ、こうあと30分とか言われるとこう、そうですね、焦ります。分からなくて、まあでももうちょっと延長しても大丈夫ですけどね、うん、先に梅津さんの絵に行っとこう。あ、そうします。あ、それは鳥ですか？いやいやいや、僕は触れなくてもいいのかなと思ったんですけど。じゃあ、触れる時間帳とかですか？やばい、ちょっと長くできますね、今日。やったなんか内容が結構今日充実してるからちょっと長めに皆さんお付き合いください。まあそしたらもう少し話したら、はい、多分なんか言いたいことがある人が一人ずつ思うから、そうした方がいいですかね、はい、うん、てかすでに一回なんか体力が今こう、はい、そうですね、結構歩いてみて減ってきつつあるんですけど、でもそれでも、はい、いや、この絵も見切れてないんだけど、この絵結構僕、うん、印刷で、はい、写真で見てて、うん、まあ、そうするとまあ、はい、コンセプトが、構想が、はい、うん、勢いに分かって、はい、分かりすぎるぐらい分かってしまうから、はい、そのことで、なんかその時点でこう飽きちゃう気持ちみたいなのが自分の中にあったんだけど、はい、実物見るとだいぶ違う経験だなと思って、はい、やっぱなんか天平かな、天平がその上の階と全然違う処理ですよね。さっきのはそういうこう筆で描きましたっていうことを誇張する描き方ですけど、ここではかなりこう繊細に、それは色の選び方もそうだけど、筆がパキッと置いたってことを消していくじゃないですか。でこう見てると、はい、こう目にこのかなりこうわーって描いてるところに、はい、こう隠すようにして、はい、結構こうサイドの高いサイドの高いから、赤をこうピッピッとか入れると、はい、それここだとここですでに分かんない、うん、あ、分かるな、うん、なんかこうそのサイドによってこうレーザー光線みたいな、はい、こうピッピッって目が来るみたいなとか、でこういう、はい、作り込みを上ではやらないようにしてるじゃないですか。そうです。そのあたりからこの絵の話を。やっぱりこの絵っていうのはその、はい、上のような、なんかそのオーガニックというかその身体的な絵の具をつけて、はい、こう赤っぽくつけましたみたいなことではなくて、はい、なんかそれで得られた作品を写真に撮って、うん、なんかこう複製をさらに複製する、うん、自分の自己模倣をなんかその2回ぐらい繰り返したような描き方をなんか自分の中でそういう設定で、ええ、その絵画っていうのは工芸的なものなんですよ、自分の中では。あ、工芸っていうか、うんうん、さっきも工芸っておっしゃってましたけど、うんうん、工芸の話も少し工芸というか何て言うんだろうな、例えば平倉さん、ちょっと話が変わっちゃうんですけど、はい、平倉さんのその、ユリイカのセザンヌ論の中でできたケバとボケみたいな、その、はいはい、時間軸的なブレと、うんうん、あとこの場所的な意味で出るボケみたいな、はい、なんかそういうものっていうのは、うん、こう絵画を描きながらも出てくるし、そのモチーフとその身体を通してこう描くときにも出てくるんですけど、でもなんか我々はそのやっぱりその今までその先行する例をものすごくこう見ている、だから蓄積してるんですよ、そういうものって。まあ当たり前ですけど、例えば、例えばそのまあ、
セザンヌでもいいですし、うん、まあ、リヒターでもいいですし、うん、まあ、もう美術作品じゃなくて普通のピンボケ写真とか、うん、いろんなものでもよくて、うん、なんかそういうある意味、解像度の低い、うん、ものすごくボケたモヤのようなものを、うん、ものすごく高解像度でここに描こうとか、うん、なんかそういうなんかボケたものをボケたものにピントを合わせるとか、うん、なんかそういう意識でこう確かに人が立ってるけれども、うん、その朦朧体を、うん、あのスーラが、うん、ものすごく顕微鏡を見ながらやった動画だったとか、うん、なんかそういうところに、あ、ごめん、最後のところです、もう一回転向です、朦朧体と、朦朧体をもやのようなものっていうのは、はいはい、例えば濡らした紙とかにこう、貼ってやると思うんですよ、紙で、うん、なんかそういうあの絵画空間というか、うん、をスーラとかシャニャックみたいな人が、うん、なんか顕微鏡を見ながらやったらどうなるかっていうことなるほどね。いや、だからそこでそのスーラとかシニャックとかはただの名前じゃなくて、その19世紀の、はいはい、19世紀だっけ、19世紀末の人の名なわけじゃない。で、別にさ、その朦朧体を顕微鏡で見ながらやるっていう時の主体が歴史性を帯びてるっていう、しかもその、はい、ヨーロッパのというかフランスの、美術史における超ビッグネーム、はい、それこそ日本近代みたいなものを規定してる、それが顕微鏡で見て物体を見るっていったさっきと同じことだけど、そういう顕微鏡で見るっていう観察行為に全部その洋画の文化レイヤーが入る気持ち悪さがあって、なんかそのことがやっぱり気になるんだけど、さっき言ってたその朦朧としたものにピントを合わせるっていう仕事をこの部屋でかなり自覚的にやってる村田さんだと思って、ああ、なるほど。村田さんの記録映画で人をこう撮ってて、で人がでもこうボケてんだけど、スーってこう落ちていくと、ここに落ちてる絵の文化がすごいクリアな解像度でこう映されたりとかする。でそれさ、人の視覚においてはボケてるものにギュッてピント合わせて、でだからまあこの展示全体の中で明らかに違うこうテクスチャーっていうか違う方法を出して絵の具に汚れない作品を下の階のでも展示しててすごい不思議なんだけど、映像使ってるからかな。そうかもしれない。でも撮ってる質感とかも撮り方もそうですよね。村田さんは本当にこう数年パープルームを経済的に、はい、撮ってくださって、それでこうパープルームの何を撮ればいいかみたいな彼女なりにこう、うん、結構あって、まあ、いわゆる普通のドキュメントではないと思うんですよ、うん、やっぱり、うん、ほら、うんさっきの安藤さんのショットとかさ、はい、もうちょっとさ、うん、僕なんかの世界だとさ、はい、もうちょっとダサくなっちゃうっていうかさ、もうちょっとダサく日常の一コマがこの髪の毛をしてる光によってこう振って現れるみたいな撮り方をしそうなところを、そうしないなんか、うん、そうしない硬さでこうクッて切っていくみたいな、うん、でその2人を出ても扱っている対象がモニュメントしているパープルームだから全体としてかなりかっこいいんだけど、そういうこととさ、今なんか曇りガラスがすごいこう解像度高く太陽が割られてたけど、そういう仕事とこれとさ扱っている問題は、つながるんですかね。いや、扱っている問題は、うん、さっきの説明だと同じとも言えるし、うん、で同じ地平で見た方がきっと面白そうだと思うんだけど、うん、でもこの絵はそうじゃないやつだろうとして、まあ、だからこの絵はさ、すごい本気の作品に見えますよね。そうですね、うん、本気度みたいなものを、はい、まあ、こんなに撮ってあるし、はい、
まあ教室のためだと思うけど、もう本気度が消せないみたいな、この絵のためには余白をズバーンって、あんな空間作ってたくせに、ズバーンって。この絵が描いた時から、こういうふうに使いたかったというか、そのなんかこう、描いた時はパープルなかった、あったけど、まだ活動が開始したばっかりの時で、はい、なんかその、いつかそのパープルームみたいなものの天井を広いところでやるときは、なんか真ん中に置いて、そういうところでこう授業もやったり、したかったっていうのもあるし、でもこれすごい真剣だから、それが、まあそれはさっき出た悪い場所じゃないっていう話かもしれないけど、ギャグにならないよね。そうですね、そうですね。それが、まあ、それすごいけど、だって本人いるのにギャグにならないっていうのも結構すごいけど、はい、まあ、あとこの絵って割と写真を適当に参照してるんですけど、はい、例えばそのこことこことこことここで別々に写真を撮っていて、だからその、いわゆるキュビズムとかを素朴に、なんかこう説明するといろんな視点から見てるみたいな、だからそういうこともしていて、だからその言ってみればちがふなコラージュの継ぎ目をわからないようにこうつなげてるというか、なんかものすごくこう実際と違うというか、本当にこう目線見てる角度が全然違うけど、この全体のもやによってそんなに気にならなくなっているっていうのは、まあ、素朴な話ですけどありますね。まあ、あとなんか絵的に面白いのはこれ少し影になってくると、点の密度が荒くなって、明るくなるともう一回細かくなるみたいな、そういうこととかもなんかすごい面白いけど、一方でそういうことじゃないっていう感じもするんですよ。でそれはそもそも参照しているものは構想画、まあ、構想画って言ってるし、そのイメージによって概念を描くってことですよね。イメージによって概念を描こうとした実践を引用して、でなお構想画と呼ぶと、でパープルームが構想画だっていうのはすごくよくわかるんです、コンセプチュアルな絵の具たちの集まりに見えるって、でもこの絵なんですかね、でもこの絵結構、あ、そう、本物見るといいなって感じがするのは、印刷にするとなんかコンセプトと野心だけ見えるのね、この絵。コンセプトと野心だけ見えるんだけど、よく森村さんとかと比較されるんですよ。あ、そうなんだ、はい、なんかこの絵の良さはなんかそのなんか野心を沈めて、野心だけだとたどり着かないから、野心沈めてなんか絵にたどり着こうとしている感じが、その抑制みたいなものがなんかいいなと感じるところは感じるところだけど、あとこの絵でちょっと重要なのが、こう横脚であることとか、テニスを挟んでるところとか、まあ、そういうちょっとこう、そこは重要。そうだね、なんか距離の取り方だよな、ただ正直この絵に関してはちょっと自分でやっぱり自分の作品なのでなんか言いづらいというか生とかは、この絵どうなるんですか？あんま好きじゃないんじゃないですかね。なんか、なんかその埋めつっぽい絵って、あれじゃあもう描かないんですよ。なんか上の作品の方が、親しみやすい。はいはい、あ、上に4回。上の、はい。うん。尻を向けてるやつとか。確かに。よくモヤノだと見てるとすごい面白い部分が違ってくる。ああ、確かに。緑の部分とか。うん。絵の面白さに還元しないようにしてる感じはしますね。アランさんはどうですか？僕完全にこっちの方が好きですね。それなんか絵の具派と線描派みたいな話ですか？なんか、まあ、こういうラインとかさ、すごい、まあ、結構いいラインをさ、すごい真剣にこういいものを出してこう定着していくじゃない、はい、こういうことに近寄りがたさとか感じるんだと思うんだけど、
まあ、でもこれすげえなーみたいな見方と、うん、お客面白いとか、うん、ペニス挟んでて面白いとかいう話と黒田清輝を参照しててで性別変えてっていうか自分でやってるみたいなことと、それってさ、なんか割とこう同時に経験することが難しいタイプの経験の種類だと思うんですけど、その分裂を、その分裂をメタで眺める視点がない感じがするんですね。それがこの世の真剣っぽさ、シリアスだって感じるのは、自分がやってるその統合できない分裂を眺めてる人がいないっていう感じがシリアス。で、そのシリアスさが、いや、いいんだよっていいんだけど、なんかこう、まあ、あとはあれですか、ね、この緑が一瞬スルーしちゃう感じがある。もうご飯の緑、もうご飯の緑で、後ろの赤がなんかその、なんかこうジンマシンとかこうそういうものの赤、まあそうやってそうやって安心させることもできるよね。で、まあ、でも実際描いてる時もそういう両方でしょうね。こう描いてる時はもう本当にそういう、なんかテーマ性とか、そういうのは完全に忘却していて、そうなんです。自画像を描いてることすら忘れてますね。で、こういう展示とかに持ってったり、トークになると、なんかこれは美術教育のとか言い始めて、言うんですよ。みんないるところで描いてるんでしょうか。ああ、そうでもない。まあ、でも、この絵、この絵は予備校は始まってなかった。始まってないです。始まる、これパープル始める直前に描いた絵で、まあそう聞くとそう見えちゃうってことだけど、でもそういう気配ある感じしますね、なんか一人でやってるっていう感じが、まあ、やっぱりその歴史的なものを参照してこうシミュレーションして作る作家っていうじゃないですか。はいはい、分かりますね。そういう手法だけれども、そこにフォーカスしなくても作品がどうしたら成り立つかっていう、まあ、そう本当に普通の話ですけど、そうそう、だからそこが普通すぎて、印刷で見るとすごいベタに見えちゃうんですよね。なんか、だけど、普通すぎてっていうのはつまり良い作品をとか言ってる時のは、なんか絵を、歴史的文化的に相対化しないで、やっぱシニャックいいなとか、やっぱセザンヌいいなとか言っちゃって、僕セザンヌのとか描くけど、描いてる時は絵を見て絵の内側に入ってみるけども、一方で、そのフランス美術をね、日本で、しかもフランス映画の研究とかもしてて、フランス近代美術の、しかもそういうビッグネームで研究する、それ自体が文化的に かなりか、まあ、寂しいあり方じゃない、構造的に否定されてるわけ、でそれを外側から現代美術をやる以上、そういうその自分が生まれ育った文化的歴史的な領域を外から見る姿勢って大前提として要求されるけど、それをしないで描いてる感じがするから、印刷で見るとえって思うんですけど、本物で見るとそれがさっきの話と同じだけど、寂しい、本当に肉体化されてるローカルな、カタカナ語にしていくと距離が取れるからカタカナ語にするが、コロニアルな身体のありようだから、こう、まあ、なんか、まあ、こういうのあるよなみたいな感じの感じの、だんだん感覚的になってきたら今疲れてるんですよ。ちょっと開きます。喋り続けて距離が分かんなくなって、座りながら、例えば座るとですね、この目の前にこう坂本さんのこう、が見えたり、坂本さんは、パープルセイ、じゃないですね、大事なゲスト、大事なゲスト、元は一緒に予備校やってたんですけど、あ、そうなんですか、はい、ちょっと作品なんで、ちょっと考えてください、急に授業っぽくなってしまう。
そう思います。講師一つそうです。私今日講師だけど、今日はなんか内容もそんなに悪くないと思って、はい、なんかコメントだって石倉さんなんかこう出たりいろいろ思いそうだなって思うんですよ。なんかこう、うん、ですね、ちょっと僕が思いそうなことで動かしてください。なんかこう、いや本当にセザンヌで書かれてるような、はい、そのですね、だから符号化とそれを復元するっていう筆触、だからそのこの絵って、まあ、説明すると、はい、まあ、三河向きのキャンバスにまずグレーを 全面にフラットに塗るんですよ、うん、そして、部分をこう、そう坂本さんが、はい、そうそうそう、その字が、元々のキャンバス全面に塗られていて、で坂本さんの絵っていうのは、まあ、元々はそのこう、まあ、物語チックな、なんかそのこうちょっとオカルトっぽいモチーフを、うん、部分を増殖させながら描いていって、うん、でその歪みみたいなものが、うん、世界観とうまくこう調和していくっていう作風だったんですけど、まあ、基本的な流れを踏襲しながら、うん、もうちょっとそのルールの幅を広げて描いた絵になっていまして、うん、それがなんかこう鎖状の、なんだろうな、セザンヌだったらこう例えば斜めのこうザクザクザクっていう感覚だったりするところを、うん、ちょっとこう X のように長い、鋭角にこう交わる X のようなものだったりとか、うん、ちょっと水平に近いあのこうなんかこう弓なんだろうな、お皿のような形の筆触だったりとか、うん、あとその結構これ大事なのがその色数をかなり絞っていて、うん、なんかパレットにこう、まあ、白と、いやもう5、6色しか多分出してなくて、うん、でそれをこう本当に割と細い面相筆で、うん、描いてるんですよ。あ、それでこう出た、そうですね、パレット上でそのシルバーホワイトと、うん、絵の具を、うん、なんかねこう何ていうんですか、目のような形でざっくりと混ぜ合わせながらすくい取って、うんうん、それをこう、それをこうねじりつけるような、こういう、そう、例えばその、うん、すごく、そうですね、例えば、うん、この辺とかすごくスピード感のあるように見えるじゃないですか、うん、でもなんかそれは必ずしも速度を伴ってなかったりとか、うん、すごくこうゆっくり塗るけど、うん、速い筆触に見えたりとか、うん、なんかちょっとこう岩のようにゴテゴテなんか見せるようにつけたりとか、うん、なんていうんですかね、その今までの近代絵画が、こう培ってきた、うん、いろんなこう筆触の、うん、なんかそのサンプルというか、うん、引き出しを、うん、なんかこう、こうどんどん投入していくんだけれども、うん、その筆触と筆触の間からそのグレーの血が見えることによって、うん、なんかこう完全なこうイリュージョンが起きない、うん、なんかこの、うん、まあ、セザンヌもこうキャンバスの血が見えたりすると思うんですけど、そのものが、うん、これ坂道の絵だけど、まあ、ここだけ見たら全然坂道には見えないというか、うん、まあ、タイトルも坂道だし、うん、まあ、こうなってるから、坂道って言われたら坂道に見えるけど、まあ、犬はその受けたりとかめり込んでたりとかする、うん、まあ、よく見るとそうだし、この犬そう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 、どう考えてもおかしいし、なんかもう絵画鑑賞をする以前に、まあ、誰が見てもこう、あ、犬は犬だなって分かるし、うん、っぽいなっていうのは分かる、うん、それはこう絵をこうちゃんと解析しようって思わなくても、もう脳が勝手に、うん、考える前にも感じてしまうっていう早いこう、復元というかその色がものになるっていう部分と、うん、よくよく見ていくとゆっくりこうなんかその絵の具がメタモルフォーゼして、こうおかしいなっていうふうに後から気づく時間差のこう構造もあったりする、うん、それがこう、なんかセザンヌも絶対になんかその風景が見たら風景だし、うん、生物だったらあの生物で、うん、だけどもそのなんかこのセザンヌのなんかこうあれじゃないですかね、メソッドとかシステムがあって、うん、反復って言ってもただの反復でもないし、うん、なんかそこにこうセザンヌの絵画ロジックがこうあるんだけれども、この絵も一見こうランダムで規則性がないように見えて、じっくり見ていくとすごくこう規則性があって、なんか今こういう、なんていうんですかね、こういうタイプの絵画っていうものは、2000年に入ってから全然生まれてないような気がするし、まあ、あ、ごめん。うん、
分かりにくいなって感じるのはこの犬がいるからで、はい、これなかったらすごい分かりやすい、はい、これあまりにもキメキメな位置に、はい、あって、うん、このテンションの高さだからかもしれないけど、うん、この絵の全体に対してさ、ここにあることでさ、絵が、まあ、絵が完成したっていうか、うん、ショなんすかアイキャッチになるじゃない、うん、でそのアイキャッチになる場所が、うん、しかしそのこのグレーの字を全然透かせてなくて、はい、まあ、結構なんですか、はい、ここはなんか、うん、塗り込めていくような犬のアイキャッチ感をしてる、うん、こことか犬が砕けてて、うん、スナクリタの的な何かありますね、うんうん、そう、うん、でその印象がすごい強いから、はい、なんかこういうグレー、うん、はい、まあ、こういうなんか絵としてこう、うん、まあすごい、うん、まあ、すごい早い段階感じるかなこう大体のなんかこうパンってくる良さだけど、そういうことがなんかこれによって見えなくさせられるでしょ。そうですね、そう思います。それをこのしかも犬っていうすごいキャッチーな気持ちで、形も可愛いし、そうそうそう、この形もさ、すごいキメキメな、うん、まあでも確かにこれがない方がなんかそのちょっとこうなんだろうな、気難しいモダニストの批評家とかも喜ぶような、そう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 、だからそれそれやらない、それに対する抵抗だと思うんですよ、うん、例えばその松浦さんとか松浦翔さんとかがその VR のなんかこうこういう展示を見て、これここのなんか筆色がフォロークと同じだとか、うん、かそういうことではなくて、なんかそれって結局そんなことに甘んじていたら、なんかやっぱり絵画ってどんどんこう、ダメになって、すいません、松浦さん、となっていくと思うけど、そういう意思表明だと思います、ここにこれがあるのは。なるほどね。いや、言葉は分かる。言葉は分かるけど、そのことと、はい、この絵と、してない感じがする。いや、そんなことなんて言うの、平倉さんの趣味が良すぎる気がするんですよ。やっぱり求めてるものの、なんかそういう絵画とかに求めるまあ、あと一作しか見てない、今一作を毎日言ってるから、はい、それが戦略なのか、絵画なのかが見えないっていうのはかなり戦略的に言うと戦略なのかね、これが、うんうんうん、やっぱりこう、うん、回ってきた、これはいいよね。あ、これはそうですね、すごい邪魔になるところに来れる。そうですね、はい、大事ではないけど、うんうん、あ、そうそう、これがあることで少しホッとする感じはあるよね。はい、こういうことされるとなんか、うん、ベタかみたいな感じ、うん、あ、例えばでもなんかこれって途中経過を全部見てるんですけど、なんかここの空が最初真っ暗だったんですよ、はい、超暗い色で、はいはい、その時はむしろこっちが黒すぎて、はい、もう犬とか気にならない感じだったんですよ。あ、で、うん、でもなんかそれだとやっぱりこう、うん、ちょっとフォーマリスティックに見えるから、あ、こういうちょっとバカっぽい水色になってる、この水色超いいですよね。いいですね、うん、うん、だからこれによってやっぱりこのおかしさみたいなのが、あ、そうか、こんなバカっぽい、これ元の真っ黒だったから、ここの真っ黒になってたら もっとこうこっちが奥に行ってたから気になんなかったんですけど、うん、やっぱり終盤でこう水色になることによって、うん、なんかそのなんだろうな、この作品のなんかマニフェストになったというか、この理由が、うん、まあでもなんかやっぱり言葉で半分わかるけど、うん、そう言われても、うん、やっぱり趣味に言うという、まあ、趣味じゃいけないのかって言われたらそこなんですけど、いや趣味ってどういうことですか、うん、趣味ってどういうことだろう、趣味っぽいことですか、趣味ってどういうことだろう、うん、趣味じゃなぜいけないのかとセットで趣味という言葉だよね、うん、趣味っぽいってなるよね、うん、まあでも趣味なんだろう、それはなんか僕がちょっと反応しておきたいですね、うん、趣味っぽさね、うん、まあでも分かりました。だからやっぱり批評家が嫌いそうなことをしてると思います。本当にここなければもうちょっとこう褒めてくれる人が増えそうというか、うん、でもなんかそれってなんかそのマティスのこの絵が抽象画の始まりと か, なんかそういうことかなとか、その松浦さんの VR と抽象表現主義はここが一緒とか、なんかそういうとこ安住のうちにこう
落ちていくだけな気がやっぱり。でもそこ全然安全の地じゃないでしょ。だそういう人たち、うん、すでになんていうか美術批評家ではないじゃん。そうですね、要するに19世紀の絵画のことが19世紀から1950年ぐらいまでが絵画の黄金期だって感じている人は現在批評家として活躍しないわけでしょう。まあ、そうです。だからもう完全に芸術院みたいなものが今崩壊しているから、うん、そうです。だからアートルームっていうのもその芸術院なき後の、うん、後にそのだからその元々はその絵画っていうのは新しい様式とかアイディアを提出しては芸術院から怒られたりとか、うん、まあ、展示てなんか撤去されたりとかもあるぐらいその芸術院ってものがあったから、うん、新しい絵画様式とかを考案して提出するなんかこうやりがいがあったと思うんですよ。芸術院、芸術院だと、はい、なんかちゃんとしたこう批評機構というか、なんかその例えばそのさっきのゴーギャンの話もそうだし、なんかそういうなんかヨーロッパの芸術院は腐ってるからちょっとこうオリエンタルの方向に行こうと か、うん、なんかそのもうちょっとこう反抗すべき価値の例えばそのジャン・デリッフェが、うん、その、はい、批評家の人たちにこんなの、うん、うんこだとか言われたりとか、うん、そう強い弾圧みたいなのがあったからそれに対するこう、うん、新しいものを提出することができたと思うんですよ、うんうん、だけど今は別に絵画っていうものもそのアートの中で周辺だし、うんうん、なんかそのでまあ、コマーシャルギャラリーとかも結構いっぱいあるし、だからもうお客さんに気に入ってもらえれば、うん、なんかいい絵だねと言って、うん、OK みたいな、うんうん、なんかそういう中で、うん、結構絵を描くっていうのはなかなか辛いものがあって、うんうん、なんかそういう中で、どうやったら、そのなんだろうモチベーションというかこうなんか何に向けて絵を描くかっていう時に、はい、そのパートルームああ別にパートリーがなくてもこれ生まれたかもしれないけど、うん、その、こういう集団を作ると、はい、なんていうんですかね、やっぱり内側にそのパートリーの内側に結構その批評家とは違った意味での監視の目が結構あるから、うん、どんな、ああこれダメだなとかそういうああ他の人の予備校生同士とか、うん、その他の出入りしてる作家とか、うん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 、そういう意味でのこう緊張感がまああって、うんうんとまあ、そういう意味でもこの絵っていうのはそういうものに完全に応えてる。ああ、うん、分かった分かった、うん、そういうじゃあパークルームの、うん、あそっかさっきね趣味的っていう言葉の意味が自分の中で分かったんだけど、うん、それは別の言い方すると誰が 敵なのかが分からないっていうか、はい、敵が設定されてないようなタイプの、はい、なんか美術を見た時に趣味的って感じるなっていうのは、うん、暫定的にそう思うんだけど、でこれ見た時にそこは分かんないと思ったんだけど、今説明聞くと、はい、まあ、パープルームに出入りするさまざまな作家たちがいて、坂本さんもその一人であり、はい、で、そういうそのっぽい領域の中で、結構力を持っちゃうような、絵の評価の仕方とかそういうものの中でそうではなくみたいな、その中でこう出てきた応答としての絵画っていう聞くとすごいよくわかる感じです。そう、例えばその現代アートの中で絵画展を、はい、例えばその大阪の国立国際であったりとか、はい、オペラシードが企画すると、はい、本当にこうぬるい、うん、なんか学芸員の文章が並ぶんですけど、うん、なんかそういうところに目指してなんかやっぱり自分とか、まあ、みんなはそのやっぱり本気になれなくて、うんうん、だからその確かにパークルームっていうのはこう閉鎖かもしれないけど、うん、なんかその少なくとも今美術庁に載る絵画の新作展のレビューとかよりも、うん、厳しいジャッジが内部ではこう、繰り広げられているとは言っておきたい、うん、でそういういやなんかね、うん、どんな場所でも、はい、みんながあることをや同じことをこう、うん、やろうとしてたら、うん、厳しいジャッジみたいなものが育っていくじゃない、うん、で、うん、それが、うん、外の人にとって何なのかが分かんなくなるときってある、はい、あります。それがあるから今日も平倉さんをお招きしてるし、うん、結構過剰にその人を外部の人を呼ぶのは、そういうこう、うん、自家中毒に陥ることは、うん、自明のことじゃないですか、この、うんうん、まあそりゃそうだね、うん、だからそのそういうことです。あ、そうか、なるほどね。危機感の裏返しで平倉さん、だからその、うん、別に
キラクラさんに褒めてほしくて読んでることが全くなくて、ああもちろんもちろん、うん、だけど、うん、そうか、うん、そうか、うん、まあだから、うん、着地まで時間かかるタイプの絵だよな、だから、そうなんですよ、要するに、うんうん、前提がグローバリズムだから、そう思います、そのグローバルなアートを敵視して、うん、作品を作れば、うん、それはすぐ分かるわけ、うん、それは自分が生きている文脈と一緒だから、はい、あグローバルな、うん、で今はさ批評って全く権威持ってなくて、それは日本だけじゃなくて世界的にそうで、かつてのオクトーバー派とかもさ、もはやなんかもう絶滅寸前の恐竜みたいな自分たちのこと言ってたりとか、はい、で、うん、仮にマーケットが力を持ってて、マーケットって言ってもグローバルなマーケットだけが力を持ってて、うん、で国際的とか、はい、でまあその次に今、まあ、その次にそれとセットでキュレーターが力を持つという時代がしばらく続いているけど、でそれに対する抵抗みたいな作品だと、まあ、すぐ分かるわけだよね。でもこの場合はそうはなってなくて、敵は、そういうグローバリズムみたいなことではなくて、それのに対して対抗的にできているパープルームの中で生まれているさまざまな、やっぱりこの配置よりこの配置の方がいいんじゃないかとか、ロイヤルミルクティーでしょみたいなさ、ロイヤルミルク今日ね来たんですよ、そしたら飲み物どうぞって言ってロイヤルミルクティー渡されて、この絶対万人受けしない飲み物を勧めるこの場所すげえ、これあれなんですよ、これみそにさんからあ差し入れなんだね、差し入れなんだ、本当はこれトモキとめっちゃロイヤルミルクティーだし、その絵トモキと働くのやつなんだけど、うん、まあいいかなみたいな、これ平倉さんにあげようみたいな、うん、あうんうん、いやすごいびっくりして、でもさあやなんかまあ例えばさ、いやロイヤルミルクティーでしょみたいな、そういう価値基準とかって作ったりするじゃん、その内側で、趣味ってやっぱりどうしてもこう、うん、なんか必ず洗練化されてくるんだと思うんだけど、意味のね方向に、で、まあ、なんかそういうパープルの中でも、ある洗練が行われた絵だとして、それがワタリウムっていうグローバルなコンテクストも、はいはい、でもワタリウムの位置って結構すごい不思議だし、ね、はい、グローバルだぞって感じないしね、かなりローカルな文脈みたいに出てくる、まあ、だから僕もこう、まあ、そもそもこの点、この建物っていうか、このレンガすごいしね、展示場所として、まあ、ここにある作品じゃないんです、はい、本当はこれは、いやだから そこまで聞けば、だからあの様々なものが批評的に見えてきて、だけど今話したようなことっていうのも本当だけれども、はい、タープルームを始めたきっかけっていうのは、まあ、ワタリウムは無理だとしても、まあ、こういうワタリウムのようなその言ってみればその、いい絵描いたから展示させてあげるよみたいな、ぬるくない場所にこういうものを、打ち上げてこうちゃんとこうでなんかこう展示したいっていう、うん、結構その最初からそういうふうに思って活動していて、うん、だからその、うん、だから今自分が言ってることで正しいとかそういうことじゃなくて、この自分が言ってる間違いとか、うん、不備みたいなものを、うん、なんかこうこういう場で見せたかったっていう、うんうん、不備、まあ、結構不備があるなって自分でも思う、うん、まあ、でもそれはわざと作ってる不備じゃなくて、うん、まあ、結構これが自分っていうか限界なんですけど、うん、その、うん、理論的なその矛盾というか、でもこれでも一応こう なるべく整合性を持たせようと思った、まあ、そんな弱音を吐いちゃいけないけれども、なんかそういう部分をもっとこうなんかチンポムとか坂本龍一とかをやるような場所で、うん、なんかこう見せてみたいと、うんうん、昔から思っていて、昔3、4年前から、うん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 、そうですね、なんかそんなあの鑑賞者に丸投げしちゃいけないなと思うんですけど、うんうん、まあでもなんか、うん、雰囲気的には今鑑賞者に投げたい雰囲気です投げたいですね、ちょっと投げます、はいはい、投げてもいいですか、うん、今7時あ質問がある方、はい、まあ、全然違うところに出るっていう作品なんですね。でまあ、こういうの書いた方がいいんじゃないのみたいな話をされて
は絵なんですか。絵なんですけど、ちょっと変わった絵だなと思ったんですが、それ見た時に、あ、これってなんか微塵の花粉だなって思ったんですよ。花粉のタイトルだなって思って、そしたらじゃあ地下町っていうのはどういう位置づけになるのかなと思って、例えばそのキラキラさんの表彰で書かれていた地下書房みたいな中に、こう構造として科学みたいなものを見出したりする見方っていうのはあると思うんですけど、例えばその地下町 A の裏にある三角の形を作っているコースとかっていうのは、そのイメージでもないし、その構造のその地下町の構造とも違うし、もっとなんか象徴的な感じはするんですけれども、なんだろう、そういう中途半端さが、なんだろう、近代日本の日本の洋画の悪い意味でのなぞりになっちゃってるんじゃないのかなっていう。うん、なるほど。それがおっしゃる通りですね。やっぱりその岡崎さんってのはやっぱり本当にこう、まあ、会ったこともないんですけど、黒川先生がすごい嫌いみたいで、あんな下手くその作家とか言ってて、まあ、そんなのはでも分かりきったことで、まあ、僕もその地下町 A でそういうなんだろうな、なんかこう、まあ、そういう意味ではアイデアの時点ではすごくこう低次元なこう過ちを犯してるなっていう自覚はあって、だけれどもなんかそこを回避したところでなんか別に何も起こらないというか、自分のような作家はっていうのは何て言うんですかね、なんでクロス世紀かっていうと、まあ、別に自分がこう選ばなくても、まあ、近代洋画の父とか、まあ、そのフランスの、ヨーロッパのアカデミー、なんかその古典アカデミー的な石膏デッサンとかそういうものを引入したのは、まあ、黒田のせいだったり、まあ、その制度だけじゃなくて、やっぱり黒田っていうのは結構絵が岡崎さんが言うように下手くそで、まあ、要はその、白っぽくてなんかちょっとテレピンが多めで、なんかこう筆色がこう、なんですか、プリマ書きっていうんですけど、なんかこう、いわゆるその日本人の今カルチャー、日本でカルチャーセンターとかに行くと書かされたりとか、高校生が初めて描く絵のもう本当にこう似てるんですね、黒田の作品と。なんかその伝承の、なんだろうな、こう欠損がないっていうか、そのままこんなに150年もその黒田の体質だと思うんですね。あれは日本人の元々持ってるアブライトの相性ってことではなくて、黒田のあの感受性とか、その身体的な反応みたいなものが、実はその今あの受験絵画だけじゃなくて、日本人が思うその油絵の描き方みたいなものにものすごく変な描き方なのに当たり前のようにこう享受されていて、だから岡崎さんっていうのはそういうものを完全に回避してできるって思ってるのかもしれないけど、それはやっぱりエリート主義でしかないと思っていて、やっぱり日本の国民の90% 以上は油絵を足したら黒田と同じ描き方をしてしまうわけで、僕はそのエリートじゃないので、やっぱりどうしてもそっちに行くほかないというか、もっと言えばその、まあ、自分はそのシャズナのイザムが大好きなんですよ。でもそのシャズナのイザムっていうのは97年にメジャーデビューして、まあ、テレビとか見てたら僕の世代の大体の人はこう感染、1回は感染したと思うんですよね。でも僕そういう、なんだろうな、こう避けがたい、マスに向けたものっていうものはこうあまりこう回避したくない。なんか それだから、その黒田世紀よりマニアックでもっと自分に合った参照法があるっていうのも分かるけれども、そこじゃなくてまず黒田世紀で、別に迷いがないというか、そういう感じです。あと上にあった影をなぞる絵があって、でその影が何なのかを知りたいのに、影をなぞるとこで終わっちゃってる感じがして、今日絵画を読むっていうタイトルだったので、なんていうのかな、影を読みたいんだけど、影自体は描かれてないっていうか。あ、そうです、そうです。なんかそういうとこにちょっと乙女としては食いたいなさを感じるんですけどそうですね、あれはなんか言い訳になってしまうんですけど、展覧会が始まる1週間ぐらい前に描き始めて、ちょっとこう、まあ、基本的に僕はその絵が完成してなくてもその状態で完成だと思っていて、っていうのもその、描こうと思ったらもう1年でも2年でも10年でも自分は描く作家なので、1週間だろうが1年だろうが、まあ、この後解説するかもしれない、まあ、実は今日の今朝も開館前に解説してたんですけど、それはその
対外制作ってことでもなくて、なんか絵が一体どこで終わるのか、だからあの絵で言ったら影が描かれてないっていうのは結構本末転倒で、うん、なんか自分の中であの影っていうものが割とこうこの展覧会の中でも、重要な部分でもそれが描かれてないっていうこうちょっとねまずいところなんです。でもそこにそこを指摘していただいてなんかこうちょっと嬉しいです。はい、その鏡の鎧のやつって見たことなくて、それ明治の日本の絵ってわけですか？時代は今の、いや多分あの19世紀の結構マニアックな作品なんだけど、そうそう、だからそれを見つけてきた時の岡崎さんの本気さを感じるから、うん、岡崎さんが梅津さん好きなんだなって感じすごいですね。いやなんかこういろいろ文句を言ってるらしいんですけど、うん、なんか明らかに気になってるって、うん、めっちゃ探してこれだみたいな、そうです、ね、だけどなんかここじゃないって言語で出すみたいな、うん、そういう話ですね。いい話ですね。まあ、でもなんか、その話聞いてないから勝手に思うことを言うと、そのまあ、さっき言ったのはその、まあ、黒田清輝のが筆色が全く構築的じゃないっていうことですよね。筆色の単位で絵を構築しないっていう、だからそれこそなんかその持った後の藤島武史とかが完璧にやり遂げるようなことを全くできないっていう、でそういうことを、でも岡崎さんその鎧の絵を言及して言ってるわけじゃなくて、むしろなんか、まあ、僕が思うのはだけど、さっき出たそのシリアスに自分が分裂したことをやってるのをもしなんかネタレベルで出すようなタイプのすごい強い自己言及性を持ってる、さらに強力な自己言及性を持ってる作品の方が強いんじゃないかっていうことだと思うんだけど、作品としてね、それでもそれするかしないかって例えばさっきの司令が見ている絵のクッションの柄がありますよね、あれは私は百合に見えたんですけど、百合だったら私としてはジャッジ的にはいいなんですよ。だけどなんとなくイケアで見つけて描いたんだったらアウトなんですよ、私の中で。いやでも百合に見えたんだったら百合なんじゃないですか。ご本人はどう思って描かれたんですか。まあ、描いてるときは何を描いてるかちょっと分かんなくなってます。はい、なんかそういうところが、なんていうのかな、この前菜の展覧会として、ジャッジを、外から外部の人間としてしようと思ったときに、非常にこうさっきおっしゃってたみたいに、中で洗練されちゃってることが、外に見えにくくなってるんじゃないかなっていうのがすごく感じます。やっぱユリにすればよかったんですかね。書き足されてイケアとか書いてある、難しいな、ちょっと次他の作品に行ったりしますか。あとちょっともうさらになんかいっぱい出てきそうな気がするから聞いてみます。例えばこれ壁紙、これ結構いいですよね、これ何ですか。壁紙です。これはその僕とか予備校生が共同で1ヶ月かけて描いたものなんですけど、そうなんだ。これはそのちょっとそう、これなんかあ判断できなかった。図像としてはなんかこうひし形と三角形の積み重ねで、はい、まあそれはこうね描いていけばその絵の具のこのなんだろうな、ブレンドとかもこう絵の具が浮いてきたりとかして、ちょっとこれがピンクっぽかったり、緑っぽかったり、あとそんなにうまくないからこうはみ出したりとか、ちょっとこう勝手に空間が歪むというか、なんかその この程度の歪みというか、起こってしまうイリュージョンっていうものと、なんかセザンヌのなんかこの変なそのスペクトル的なその変なこう規則性が生むなんかこう強度っていうものっていうのは意外と近い気がしていて、まあね、でも壁紙だから、そういう風に見ませんよね。見ません、見ません。あの、フレームに入ってないし、フレームで見ないから、オプティカルな作品としては、こういう風に見なくて、むしろこの、全ての作品に対する批評としてこれは機能してて、そうです。で、それですごい生きてますよね。そうです。てか、他の絵が、これによって。だからここの大事な位置にこれがあるんですよ。これなかったら結構この壁きついもんね。
いやむしろ こっちを展示してからこっちを展示してるから、はい、それはこれがないってことはありえない。なるほど。そうなんだ。そうですね。でもなんかこれって結構色彩の不思議があって、なんか割とニュートラルなグレーになるけど、はいはい、実はこうものすごいこう大量の緑が入ってたりとか、あえての緑とかあえての赤系の結構こう例えばその、はい、ものすごい大量の絵の具をこういうところに作るんですけど、なんか描くのが1ヶ月かかったから途中でこう、はい、朝起きるとここら辺がエメラルドグリーンになってたりとかするんですよ、上の方が、うんうん、なんかそういうなんかこうなんていうんですかね、グレーっていうものはやっぱり不思議な色だなっていうのをこう、思うというか、なんかやっぱり色彩を帯びてるけれども、なんかそれがこう色が沈んでグレーになるっていう、うん、だからやっぱりキリズムとかも割とこうグレートーンの絵が多いし、セザンヌもやっぱりこう、ね、サイドのめっちゃ高い色とかはないわけで、うん、なんかその、まあ、坂本さんの絵もそうだし、なんかその、そうですね、なんか海外におけるその位置とかそういういろんなことを画面上で実験するときってのはやっぱりこう、どうなんかグレートーンになることがやっぱり多い傾向にあるなと、思う。っていうことに対する批評っていう風になってるように見えるみたいなね、この縦書きだから、絵に対する批評になってて、まあ、そもそもその、なんか、オツアートとかがこう、はい、壁紙になってしまったりとか、なんかクッションになってしまったようなことをこう、なぞってますよね、なぞるというか、でも、それによってこれが強くなってる。はい。目の端に見えると、例えばその壁紙の左上にあるその水色となんかこの赤いバーがついてるとかは、鳥取に在住の今74か75歳の船井武彦さんっていう画家なんですけど、なんかその元々はスペースプランというちょっとこうランドアートっぽい前衛美術をこうやられていて、でその後なんかこうありとあらゆるもうフランク・ステラから中村和美から中原浩大までなんかこういろんな作家を、年下の作家も含めてなんかこう一つの作品ですごいシリーズがあって、それを鳥取でこうずっと続けられてる作家で、なんかこうこれが多分ちょっとセザンヌっぽいこう短冊状のこう束ねた筆色がこう実なんか板切れを張った中でこう、なんていうんですかね、パターンのようにこうなっていて、まあ、パークルームとは、まあ、最近仲良くなった作家なんですけど、なんかこういうものとやっぱりこう予備校生とか坂本さんの絵を比べたりするとなんかやっぱり、なんかねこういろいろ浮かび上がってくるような気がしますね。もう少し何が浮かび上がるかっていうと、例えばその船井さんの場合は、もう明らかにその三色をなんか理想すべきにあるセザンヌだったりとか抽象表現主義の作家っていうものを、まあ、良きものとしてこう取り入れていて、でそれにちょっとこう自分なりのこう変な、そうだな、これダメージと言っていいと思うんですけど、なんか理念に傷をつけることで私有化して、そのシリーズをいっぱい作ることでこう包囲網、自分にとっての美術史の包囲網みたいなものを作ってる作家なのかなって思っていて、なんかその、なんかその美術史への傷のつけ方が、先輩面白いですねみたいな。なるほどね。あ、そうか。あれ、まあ、ちょっと怒られそうですけどね。なるほどね。だから鳥取のその尾崎慎一郎さんとかが、あの企画で鳥取の美術館で回顧展も一回やってたりとかして、まだ制作を続けてる。そう、回顧展からそのブログで見つけて、そうなんだ。それで鳥取の貸し画廊に電話して、船井先生を紹介してくださいとか言って電話で。でもこの方はツイッターとかもやられていて、そのパープルームとこうツイッター上でもこう交流があります。ああ、そうなんだね。
もちろん勉強っていうテーマみたいなのがあるじゃない、はい、勉強して、はい、他者の優れた作家のスタイルを勉強して、はい、で傷つけるって面白い表現だなと思って、はい、そういう資料から今教えてもらったことと、はい、予備校ってさ、やっぱパークルーム予備校ってさ、うん、かその学ぶっていう文字とはある、なんかそこのつながりとかも今感じたけど、うん、そうですね、やっぱりパークルーム予備校っていうのはそのこう、なんていうんですかね、技術を学んでいい作家を作ろうみたいなそこでもないような気がしていて、なんかやっぱりその今、まあ、自分のパープルーム予備校の中ではものすごいこう先生として入れてるわけじゃなくて、結構肩身が狭くて、だからこの、まあ、プロジェクトって言い方は嫌いなんですけど、パープルームの活動によって浮かび上がってくるのは、こう不備のないコンセプトとか、なんかこう強いこう主張ではなくて、なんか今の私たちの抱えてる例えば美術館の、にコレクションされてる作品は本当にこういい作品なのかとか、展覧会っていうフォームっていうのは本当にこう今有効なのかとか、なんかそういう、なんかそういう部分を、前景化させる活動だと思っていて、結果的に、そうだから、やっぱり美術作品であるからにはその作品の美点っていうものを見つけ出して褒めていくっていうのがやっぱり日本では多いと思うんです、美術費用においては、まあ、そんなけなしてる費用最近見ないというか、まあ、でもけなすとか褒めるではなくて、なんかその美点だけじゃなくてやっぱりお点にこそいっぱい情報量が僕は眠ってると思っていて、なんかそういう部分をどうにかこう、この今整理整頓されつつあるこのアートワールドというか日本の日本に限らずですけど、どうにかそれをこう押し上げることができないかっていうことで、そういうことでも活動の一つのモチベーションになってる、まあ、でもその僕は作家でもあるから、やっぱりそのいい作品を作りたいし、まあ、信じてる部分もあるけれども、同時にそのそれは幻想でしかないと思う感じでいて、まあちょっと話がよくわかんない方に行っちゃったんですけど、いや、そうそう、だからその話は分かるって感じだ、その話は分かった上でのなんかあれなのかな、はい、まあ、でももう少し開くか、予備校ってすごいそのいわゆる美術 の, その受験予備校でもすごい極端な熱い共同体 で,、はい、でそれはでも受験っていうものに向けて人をプッシュしていくことができて、すごい短期間にその2年とか1年とか人によっては3年とかでギュッてプッシュして、で壊すようなことを言っても受験があるから、まあ、ちゃんと壊れるし、で壊れた後のゴールみたいなものがあるので、それはコントロールされるみたいな、ね、共同体だ、共同体によくないかもしれないだと思うんだけど、パークルームの受験がないわけですよね、まあ、そのでもね、安藤さんはパークルームから芸大に受かったんですけど、芸大を辞めて予備校に持ってきたんですよ、話聞いて、まあ、今日9時まで大丈夫だから、いやそれ疲れますよ、さすがに疲れると思う、疲れた人はねもう帰ればいいよ、いや喋り始めた方がいいと思う、人の話ずっと聞いてるって疲れませんか、疲れますよ、はい、キューピーさんの話が聞きたい、キューピーさんの絵についての話、あ、そうですね、そこにある、ここがキューピーさんゾーン、いやちょっと違います、緑の絵と隣の茶色、あの 上の2枚並んでる、あそっちはキモキくんさんの絵で、あ、近く、あの2点、左の方は、僕の記憶が正しければ、キューピーさんが、あ、キューピーを描いて、初めて描いた絵が、あの、緑だったかな、初めて。そう、それで、予備校に寄贈してくれたんですよ。で、今も予備校に飾っていて、毎日のように眺めていて、この2枚がこの感じで並んでます。パープル。はい。で、キューピーさんの他の絵は？キューピーさんのこの、スカーフのやつ、スカーフのやつとか、キューピーさんの、スカーフのが最近の作品、そうですね、あ、でも油絵自体も元描いてたわけでもなくて、どっちかっていうとイラスト絵が、
どちらかというと。で、こういうなんか美術っぽい油絵の具みたいなメディウムはパッドルーム校で出会ったみたいな。ああ、なるほど、うん、ただ教育会のその、あれもかどれ、この紫のやつもそう、あの、あれはなんかね、あれと似てるね、うん、そうです。でもこの2つは特別だと感じてるっていうことですよね。この、うん、特に左は、普通1枚目なんです、この油彩が。はい、うん、あ、それは大事大事です。ああ、そうか。どこが好きですか？なんかその見すぎていて、うん、なんかこう海外に見えなくなってきちゃいますね、自分の中で。そもそもだって、この人が初めて描いた油絵だっていうことが大事だっていうことも、うん、なんかすでにこう、絵画じゃないものを濃厚に持ってると思うんですけど、うん、あ、そうですね、ずるいこと言ったからちゃんと話すと、まあ、なんか見切りの良さというか、はあ、うん、はあ、うん、なんかこう、割とパープルームの絵画って、はい、こう間違った一手をして、はい、それを直したりとか、なんかこう手垢を局所、なんかいろんなところにこう残して、そういう、なんだろうな、絵の具の厚みとかレイヤーの重層感に、うん、まあ、その近代洋画とかは価値が担保されていることが多くて、うん、まあ、そういうものをあえてやってますよみたいな作品が多いんだけれども、うん、キューピーさんの場合は、まあ、ほぼそういうことがなくて、うんうん、気持ちのいい、である、うん、ちょっと待って待って、今2つの話混ざってたけど、はい、近代日本の洋画は、うん、絵の具が分厚いほど精神性も分厚いみたいなのがあって、うんうん、それが一回、まあ、モダニズム批評が入って一回一掃されたわけですよね。クリアされましたね。その話と、うん、パープルーム線は、うん、間違いを蓄積させていくようなやり方で、うんうん、まあ、ごちゃごちゃさせちゃう描き方するっていうのは、うんうん、近代洋画の話と形は似てるけど別の話ですよね。そうです、ね、それでそれとさらにこれは別っていう話です、うんうん、でそれは良しな、パープルーム線のその、うん、絵が汚れちゃう感じっていうのは、うん、悪くないと感じてる、両方ですね、両方、はい、両方で、それでこれがその土壌において、うん、ここで手離せるんだっていう、うん、しかも、まあ、いきなりこんなに、うん、こんなに思い切りよく減らして手離せるんだみたいなことに感動したということ、うん、一種の憧れと言ってもあれば、はい、ですね、そうですね。ああ、なるほどね、うん、まあそれはすごいわかるけど、わかるけど、うん、でもそれをその今やった2つを押しつぶすと、うん、マティスの薄塗りが良いみたいな、はい、僕普通のモダニストのなんか価値観になっちゃうけど、そうじゃなくてこの距離が大事なんですよね、うん、まあ、全然マティスっぽくもないし、うん、それがこの絵の特質だと思いますけど、それって何ですかね、マティスっぽくないところ、まあ、ちょっと窮屈さがいいような気がしますね。窮屈さか、うん、まあ、あとそのキューピーさんっていう作品は結構面白くて、ええ、なんかそのイラストレーションとかもいろいろ見てて、いろんな文化をこうなんかこう吸収してるんですけど、ええ、割とミーハーで、はい、なんか工藤真知子さんとか、なんかそういう、はい、いわゆるこうみんなが好きなものも好きでとか、うん、まあまあ僕も分かんないですけど、まあ、そういうなんかこう人気作家とかも割とこう好きで、うん、そういうなんか ミーハーさみたいなものを、ええ、なんかこう隠さず出せてるところが、うん、なんかこう面白いなと思うんですよ。うん、うん、うん、まあその割ともうちょっとこじらせてる作品のパープルームの絵画部門の人に多い中で、なんか、ああそうかそうか、うん、そこを常にこう、うん、軽くする要素が、はい、パープルーム線なんか、うん、パープルーム線じゃないです。じゃない。むしろちょっと先輩です。うんうん。それがあるってことですね、はい、パープルームと同じ土壌を共有しているのに、うん、そうです、そうならないっていうことを、はい、そうです、だからこうちょっと外部のような、うんうんうん、関わり合いが結構あるけれども、うん、ちょっと他者のような、うんうんうん、距離感、うん、なるほどね。その蒙古斑みたいなものとかは、うん、まあ、花
噴がちょっとは受けてるかもしれないけど、毛根反省みたいなものは完全にこうシャットアウトしてる、はいはい、そういうものがこう割と近しい人の中にいるっていうことが、うん、僕の中ではすごく重要、うんうんうん、これって持続が難しいタイプの絵に見えますけど、すで、うん、にあれは別物って感じがするんですよ、はい、あれはなんか絵の全体が見えちゃって、はい、そこをなんか埋めるっていう書き方だと思うし、スカーフは、うん、まあスカーフは多分イラストレーターとかに使って使えてると思うんですけど、まあ、記号で埋めるじゃん、空間で。で、これはなんかちょうどいい形、それが起きつつ起きてないみたいな、空間埋めるってこと意識があるけどないみたいな、はい、それがいいって感じてるんだろうなっていうふうに今は聞きましたけど、それは分かるっていう感じだけど。っていう感じですけど、はい、答えてますか？あ、はい。じゃあ次の作品に行きましょうか。はい、疲れますか？大丈夫ですか？いや、なんか僕だんだんお客さんのこと気になってるけど、お客さんはこの状況疲れるんじゃないかな。疲れたお客さんは帰ると思うんで。あ、そうか、そうか。わかんないですけど。聞いてもらおうよ。どうだろう。なんか他にある方。ないとこれ続いちゃいますよ。大丈夫ですか？大変さんのその、作品だったり、はい、将棋盤の作品とかは、将棋盤は誰の作品なんですか？大変さんのスタート盤。あ、そうか、こういうルール注目系なんですね。この要はその、はい、今 AI っていうものがこう、はい、盛んじゃないですか。はい、その AI に、うん、良い絵っていうものはジャッジできるのかみたいな。はい、ちょっと思考実験的な作品のプロトタイプで、最終的にはアプリで人が描いた絵をどっちがいい絵かっていうのをジャッジできるようになるっていうことだそうです。その時のでも良さってモダニズム絵画の良さですよね。そうですね。だからこれもグリッド上にこう、ね、ものすごく解像度を落とした上でジャッジさせてるわけで、そう思います。なんか問題意識とかは共有できる部分もあるからこそなんですけど、はい、僕は、まあ、少し苦手に感じる作品で、それは何かというと、まあ、絵の良さ問題を、モダニズム絵画っていうものによって、はい、あれもそうですよね。なんかロスコとかポロックの作品をもとにちょっとこう、いい絵が描けるようになりますよ、まあ、っていう時の、いい絵っていうのは、例えばポロックとか、はい、マザーウェルとかがいい絵だっていう話の中でですよね。そうですね。それって結局いい絵っていうものを批評が区別できたすごい限定的な時代の、その時の規範のを統計したものですもんね。そう、でそれじゃやっていけないよって話がもう60年70年あるわけじゃないですか、絵画の良さだって。だから大平さんも多分そこは分かった上でのギャグなんじゃないですか、これは。ギャグというか、そのギャグが、ね、ギャグが寒いってことですか？いや、寒いんじゃなくて、モダニズム絵画の音量がまだ生きてた、例えば1990年代とかだったら、生きるというか、いや、生きるっていうか、1990年代ではいっぱいいたよね、はい、その音量をルールでしょっていうふうに、扱おうとした日本の画家っていっぱいいる気がするけど、今、もう一回それを、だからそのモダニズム的なその良さみたいな価値観のに対する距離感がまだ僕はこの2角度で分かんないのと、それになんか衣装として AI みたいなものをかぶせる、まあ、まあ本当に衣装でしかないと感じるので、これは AI とは関係ないから、関係なくてジャーナリスティックな AI に対する見え方に言及するための大きな物体でしかないから、それがコントロールされてない感じがするんですよ、だからそういう点でなんか自分の作品がどのくらい見えてるんだろうっていう感じをまず受けるんですけど、ただちょっと厳しくなりすぎてるかも僕が、問題意識が分かるからなんか分かりやすいですもんね。厳しくなっちゃうっていう感じですけどね。ただその、まあ、大平さんと知り合ったのも 1,2 ヶ月前で、この展示なんかその今そのパープルームって同じような価値観を共にしている人で、ともするとこうやっぱ自閉していくので、はい、やっぱりそういうコントラストとしても、こういう作家がいるっていうのは重要なんですよ。
まあそう、まあ、でも微妙にこのパープルームノリありますよね。こういうすごい面倒くさいのをあえて手書きで書くって、うん、ああやっぱりそれは花粉なんですかね、パープルームの、うん、それはちょっとちゃんとしてほしいですね、もうちょっと鉛筆でこれやるだけで一挙にこう寂しさが生まれますもんね。うん、うんうん、そうでしょうね。じゃあ次の作品、そこの、はい、うん、タブラへ。これは、はい、この中でちょっと、うん、まあ椅子というか、うん、どう椅子かって別に、はい、絵画言語は椅子じゃないんですけど、これはその僕と坂本夏子さんの共作で、タイトルは海鮮っていうんですけど、2年ぐらい前に描いたので、うん、まあ、これっていうのはその、お互い同時に描いていて、うんうん、お互い同時に同時っていうのはその喧嘩しながら、だからそのお互いこれ2つつながってる状態で描き始めて、でお互い同時に描いて、うん、主題ももともとひまわりじゃなくて、うん、何だか忘れたんですけど、あ、し、うん、なんだ、予備校の生物画が最初だった、うん、でそれでその後神殿になって、はい、それがダメで、はい、ひまわりになったんですよ。で、うん、まあ、まあ、ありがちな話ですけど、その、はい、やっぱり画家っていうのはそのやっぱりそれぞれがこう完成のこうビジョンが見えてなくても見えててもこう進む方向っていうのを定めて白いキャンバスにこうやっていくわけです、うんうんうん、でもそれが2つになるだけで、はい、結構ゲームが混乱するというか、うん、だからその喧嘩し合い、ながら、だからこうこの一手っていうのはその後にこう来る何かにこうしてるのにそれをいきなり消されたりとか、うんうん、それがお互いあって、うん、でもなんかこの絵って終盤すごく面白い現象が起きて、はい、例えばその僕だったら例えばその分かりやすく点描とか、坂本さんだったらこの絵の具のなんかこうくさび状のものだったり、絵の具をこう目玉のようにねじつけるとか、うん、そういう特性、あと坂本さんっぽいフォルムとか、うん、そういうお互いの分かりやすい、うん、アイコンというか、うん、特徴も確かにこう折衷されてるんだけれども、うん、はい、終盤になってその第三の作家みたいなものが生まれて、うんうん、それは、うん、まあ、例えば僕が坂本さんの、うん、はなんかそのやり方を模倣してたり、逆に坂本さんが僕のっぽい展開をしてたりっていうのもあるし、うん、それだけにとどまらず、うん、最終的に例えばここに白い点があると思うんですけど、うん、これを同時にここに白い点を打とうみたいなことになったりとか、うん、なんかここに白い点を打つっていうのは、うん、どう考えても確率的に思わないじゃないですか、普通に考えたら。だけどもそれぐらいこうシンクロ率が最後の方高くなっていって、なんか、うん、今見るともうなんか結構無秩序というか、まあ、割と無秩序に見えるけれども、うん、その最後の終盤とかは、うん、かなりこの絵画空間の中でやるべきことっていうのが、うん、お互いあうんの呼吸で分かるところまで行って、うん、まあ、完全に分かる前に終わったっていう、うんうん、そういう、うん、そういう絵です。なるほどね。なんか、まあ、共作だって聞いて、あんまりここ見てなくて、海鮮ってどこにあるんだってさっき思ってたんですけど、はい、一人が描いたものに見えるっていうところで、はい、今聞くと驚くんだけど、うん、一方で、うん、それ描いた人にとって面白いだけじゃないかなっていう感じがするっていうか、これがなんか絵として、はい、絵として面白いっていう感じが僕はないんですけど、うん、どうなんですかね。そっか、人によってはこれが一番面白いとか言う人もいるんですけど、うんうん、それストーリーじゃなくて、ストーリーじゃなくてビジュアルとして絵が、うん、なんだろう、まあ、でもこれってなんか今まで言ってきたようなタープルームのむにょっとした形を一番こう濃厚にこう反映してるような気もするんですよ。濃厚だけど結構無批判にそれが使われてる感じですよね。要するにここでは絵の具のむにょっとしたものが必ず常に批評的に扱われているから緊張するけど、なんか緊張してないって感じはする。そういう絵の具のむにょを使っちゃうことに対する緊張はない気がするけど、って感じてるってなんですけど、なかなかそうじゃないですね。いやでもそれが正しい、はい、まあ、そういう外部の目っていうのはそれはそれで、まあ、受け止めますけど、はい、まあ、そんなにこう恣意的にこうなんだろう感覚で
完成された、まあ、絵ではないっていうのは間違いなく、うん、あると思うので、ちょっと坂本さんにも話を聞いてみましょうかね。どういうの？思い出して。いや、なんかこの絵の前に、まあ、共作3回目くらいなんですけど、この絵が、まあ、1回目っていうのは、2012年くらいに描いて、でその時は、まあ、このくらいの大きい絵と小さい作品を、まあ、たくさん、まあ、副産物として、まあ、こう描いたっていう時があって、その最初の作品、まあ、今ちょっと何かそれを見せられないんですけど、とは全くこう様子が違う絵がこの時はできてしまって、それは、まあ、簡単に言うと、まあ、この絵はすごくその最初の絵に比べてゆったりというか、かなり情緒的なタッチが多い絵だったと思うんですね。情緒的というか、すごくこう、まあ、感覚的というか、表現主義的なタッチが多い感じがするんですね。で、一作目っていうのはもう少しこう共作っていうことをコアコアやっていたので、はいはい、自分のタッチが生きないっていうか、そのやっぱり一人で描いてると、自分が自分の絵をこう支えていくようにこうどんどんこうプロセスをこう組み立てて最後まで走っていけるんですけど、はい、二人で描くと、それがこう自分が描いているというか、ここをこう大事にというかこう、していこうって思ってた部分が、相手にとってはそれは、まあ、決してそうではなく、また自分が必要ないと思っていた部分が補強されていたりとか、まあ、そういうことがこう起こってしまうことに対する混乱があって、まあ、常に緊張している状態っていうものが、まあ、一作目の、はい、まあ、自分のこう、いい印象というか、はい、記憶はい、ですね。で、その結果結構なんていうかこう、まあ、何が起こったかっていうと、その絵の方が私は、第三の人格が描いたような、まあ、両一的なものでもなく、さらに夏子的なものでもない絵が生まれたように感じたんですね。で、この、まあ、回線この絵に関しては結構自分でも未消化な部分が大きくって、かなり短期間に描いたっていうのもあって、その最初の共作とか2回目の共作に比べて短期間に描いたっていうのもあって、しかも2作目の共作っていうのは、はい、これは枯れたひまわりを描いてるんですけど、2作目の共作が別の枯れたひまわりをテーマにした作品なんですね、はいはい、6枚組で、まあ、12号だったかな、忘れましたけど、そのくらいの絵がこう絵に一つずつ枯れたひまわり、別の表情、別のこう表造形言語を持ったやり方で6枚こう枯れたひまわりを描いたっていう構想だったんですけど、まあ、それを踏まえた上でも、これは枯れたひまわりの2作目っていう感じなんですけど、なのでもっと壊れているというか、その絵のその前作の、枯れたひまわりの、まあ、二次制作的な部分も かなり入っていて、なのでこう絵の具の一つ一つにもう何ていうかこう前回の画像的なものが崩壊した部分が、まあ、かなり画面を占めたというか、最初に、ね、ああそうか、いやそれ聞いて少し分かってきたけど、でもそれは逆に言いたいかもしれない、分かんないです。あ、そうそう、だから最初にこう、なんか描いた人にとってそうそうか分からないんじゃないかって思ったのはそこかもしれなくて、でも1作目、2作目があれば見る人も覚えるので、1作目っていうのはそのツイッターで告知をしたときに、はい、海辺でキャンバスを描くみたいなのが、まあ、あるんですけど、それが1作目で、2作目っていうのはなんかその、なんかその坂本さんが紹介だったように、1枚のキャンバスに1枚ずつひまわりがあって、その1枚ずつ様式もかなり異なっていて、例えばその本当にこうキャンバス地が大半が残ってる絵があったりとか、こういうひまわりがあったりとか、こう分かれてたんですけど、なんかこれはそれをその二次創作的になんかその
尊重させながら、うん、となんか統合するような、うんまだ見えてないかも。まあでも確かにその、話したから途中でここ発見したし、うん、まだ見えてない。うん、当人たちにとって、ね、
だけなんじゃないか、重要なのかっていうのも分かるけれども、うん、まあ半分そうも思うし、うん、なんかこの絵っていうのはその今までの日本と、まあ、日本に限らず、まあ そういう洋画というか、そのまあ、今近代洋画っていうのはその美術館とかにコレクションされてても、なんかその、うん、価値をもうほとんどこう誰も学芸員でさえ洋画の扱い困るんだよねとこっちにこうやってくるぐらいになってて、うん、なんかそういう、なんだろうな、その時は 何がしかの達成があって何かの手続きを踏んで美術館に入ってしまった過去 なんかその名作たちと同じこう足跡をなんだろう、あえて歩んでる部分がこの絵っていうのはあるような気がしていて、その例えばその、なんかそれはその坂本半次郎とかもなんか当時はそのセザンヌを超えたとか新聞で騒がれたりしたけど、今そのセザンヌを坂本半次郎が超えたとか言ってたら何を言ってるんだっていう話。まあでもさ、同時代じゃないけどまだすごいこう、当時の現代美術だよね、セザンヌはさ。そうです。だからそれは分かるわけ、はい、でもだから現代美術と対決するアーティストいっぱいいるじゃん、はい、でも誰だろう今現代美術イケてる現代美術最後の字はどこですか。違う、ライアン・ガンダーですか。あ、ライアン・ガンダー、まあ、ライアン・ガンダーを美大生が見て、もっとかっこいいの作ってライアン・ガンダー超えたみたいな、そういうノリは分かるっていうの時に、あえて絵画っていうか、ね、19世紀を参照している20世紀洋画みたいなものを、だからまずその問題設定が観客として僕が共有してない状態でこの絵を見てるから分かんないってとこもあるのね、まあ、あるのも、なんかやっぱり、なんだろうな、あれとここって、この場を考えてみると、でも、まあ、絵だすごい上手いってことだと思いますけど、この場を考えてみると、このひまわりめっちゃかっこいいじゃん。そうですね。で、このひまわりのめっちゃかっこよさはこのくらい成立してて、このくらいまで行くとちょっと消えるみたいな、すごい絵画って感じが正直で、それがこんなに綺麗に残されてることとかさ、共産党でさ、なんていうか、そうなの、知らねえよみたいな感じがする瞬間ではあるんですね。なるほど。なんていうか、ここは美しいから、共産党だけど、そこは計算ない。この段階、最終段階でペインティングなんて削るんですかみたいな、そういうことはさ、この辺ではさ、観測すぎて起きないみたいな状況に、まあ、途中は知らないかもしれないけど、観客には一応っていうか。まあ、そうかもしれないですね。なんかルールがだんだんこう細かくなっていって、最終的にこう仕事の幅が狭くはなっていってると思う。だからその絞り込みが、最終的にその2人の間での、ルールとなって、なんかまあ大きな破綻は起こってないような気がします。だから最終的にこうバーッと消すとか、そういうことはやっぱりやってないわけで、もちろんやらない方がいいんですけど、いいんですけど、でも、やらないと、それは二人の間の、なんかじゃあセッションの記録みたいなことなのかもしれないですね、そしたら。いや、わかんないけど、でも大事な絵なんですね。大事な感じがしてます。いい場所ですよね。まあ、質問みたいな。はい。さっきあの2人の間最終的にシンクロしてたっていう話があったんですけど、その後に描かれてる、あ、その坂本さん の, 絵、あの海の絵がすごくこの絵とつながっている気がして。そうですね、それは坂本さん の, あのキャプションに描いてるんですけど、まあ、この絵ので学んだことが、そのこういう展示を見たものが、坂本さんの表現の絵画の行為として向こうに登場しているっていうのは、まあ、その坂本さんの中で、この2人で描いてないのにシンクロした状態が残っているっていうのはどういう感覚なのかなっていうか、坂本さんに聞かないで、なんか悪いすいません、どういう感覚かっていう、
するまでほとんど、さっきの犬の絵の時にちょっと紹介してもらったんですけど、絵の具と絵の具の間に、まあ、少し隙間を空けつつ、一度描いたところには二度と戻らないっていうやり方でしか絵を油絵を描いてなかったんですね。で、つまりパズルピースを埋めるように、部分をこう描いていきながら、バランスみたいなものをその一手プラスの一手で、壊したり作ったりっていうのをまあシンプルにしていたんですけど、まあ共作をしてすることで、まあ絵の具と絵の具を重ねるっていう、まあ、ある意味普通のことを覚えたというか、そういうやり方をこう自分の中に許した瞬間があって、でそれはまあ、その後自分の作品において一つのまあツールになっていて、そのバランス感覚というか、その重ねるっていう、まあ一言で言っても多分いろんなまあ 人それぞれの やり方というか作法みたいなものだったりとか美的感覚みたいなものがあると思うんですけど、自分の場合は多分その共作によってまあ得たツールだから、まあその影響があるなっていう感じがありますね。あとなんかこれモチーフにあれですね、惑星ソラリスのなんか知性を持った海みたいなものも、あ、なんか確かアイデアのリソースにあったような気がしますね。すいません。他にも絵があると、じゃあ、まあこの絵が終わったら全体の総括を5分ぐらいして終わりましょうかね。すごい、この壁の色、はい、これでいいですか？何でもいいですパズルの手だったりだと、まあ、これには立ってないけど何でも、仕方がないというか、あ、でもちょっとわかんないな。いや、すごい、すごい絵だと、すごい絵だと思ったんだけど、でさっきあまり見れてなかったなと思って、まあでもこの絵はさっきのひまわりの要素が結構あるから、あれを経ないとね、こうなんなかったかもしれないし、まあ、それはさ、やっぱりどうでもいいんですよ。あ、そうか、どうでもいいですね。この絵がすごいっていうことは、この絵がすごいと感じます。で、この絵が生まれるためにあれが必要だったっていう話はやっぱり僕にとってはあまり関係なくて、でもこのすごい、まあかぶるし結構きつい感じの環境だけど、なんかそれでよく見える、よく見えるっていうか、なんか、なんていうかな、絵画ですみたいな感じじゃなく見えることはすごい楽しいんだけど、でもなんか、いや、ちょっとこれすごい面白いですね。でなんか洋画批判みたいなことじゃないところまでその問題が入ってるっていうのが、なんか洋画でこんな、僕の貧しい洋画経験の中では洋画でこういう風ななんか
やり方を、うん、ヨガの中にヨガの伝統の先にあるものだけど、うん、こんな風にはなんか、うん、あんま見たことない感じがする、うん、なんか自分の経験の質として、うん、なんか知らないっていう感覚がすごいあるので、うんうん、それがすごいなんか、うん、すごい枝だっていう感じが今してるんだけど、うん、なんか僕がこの絵見て思うのはそのなんか海をいろんな方向から描いたり、はい、なんかその部分ごとにちょっとこう様式を変化させていたり、うん、あとそのまあ、まあ、点もなんかその、まあ、一見その視覚混合的な見え方もするけれども、なんかこう役割が、何見るところによって視点をこう合わせるところによってはそのなんか役割が変わっていくというか、なんかその固定さ、なんかその絵の具のあり方が固定されていなくて、すごくこう、うん、なんかこのなんだろうな、ものすごくなんか鑑賞者に考えさせるというか、いやなんかね、うん、そういう話になっちゃうと違う感じがするんですよね。うん、まあ、絵の話を始めたわけですよね。はいはい、ここの外はないかのようにして、うんうんうん、すごい微妙なとこだけど。はい、絵の話になりきってないことの面白さを僕は感じてて、うん、こういうものがあるじゃん、はい、その微妙さみたいなものを僕はなんか、はい、うん、抜きにしたらつまんなくなる感じがする。あ、そうなんですか。あ、こういうのがあった方が面白い。いや、あった方が面白い点でもない、でもない、うん、絵がいいと思うが、うんうんうん、絵がいいっていうことをクリアカットに切ると、うん、今学芸員っぽい話し方をしたなって思ったんですよ。で、学芸員ってそうやるじゃない、うん、やります。だから学芸員って本当にダメだと僕は思うけど、うん、でもそうじゃないとさ学芸員は作品をこう、うん、処理できないわけだよね、はい、でこれを切り離して、うん、でここではなんかヨガの伝統を踏まえつつそれを新しいテクニックにし、うん、よく見ると様々な、うん、種類の異なる全く異なるこういうものとかが違う機能を果たしつつ、うん、投稿された画面を作ってるのだとか言った途端にその言葉丸ごと嘘じゃん、うん、丸ごと嘘って感じがするのよ、うん、それは切ってるからって感じがするんだけど、うん、いやあの絵関係ないって言ったが、うん、どっちですか関係ないということも含めて一部っていうか、これ絵で切り離したら、うん、まあでも今切り離してないか分かんないけど、うん、切り離したらなんか僕は少なくとも見逃す感じがするんですよね、うん、あ、なんか絵が好きな人が絵描いてるなっていうふうにあんまちゃんと見ないで見過ごす感じがする。いや、まあ、確かに僕もその、まあ、さっきさ、ラブレター面白かったか、うん、ピンクのラブレターじゃないけど、はいはいはい、これ、はい、あったじゃん。はい、ありました。その要素って絵画の襟にあるけど、うん、はい、絵画の問題、はい、と考えると面白いぞっていう話ですよね、うんうん、はい、それ、うん、それその領域は、はい、切ると扱いにくいですよね、うん、はい、そうですね。それでもラブレターだぞとか言っちゃうとそれは全然つまんなくってソフィーカルみたいな話になっちゃったらそれ全くつまんないけど、うーん、うまく言えてないけどその領域を見せるっていうか受け取り可能にするっていうこと自体はなんか知らない感じですごいちょっと。なるほど。まあ、確かにそうですね。この序盤の方がいいこと言ってたかもしれないですね。終盤疲れてきたのかもしれない。やっぱ序盤は言いやすかったじゃないですか。古典だし、そうですね、はい、作品見えるようになってるし、うん、やっぱりだんだんわけわかんない。あの、やっぱり難易度はだんだん上がってるからいいと思うんですけど、はいはい、うん、でやっぱりこれ難易度そんな高く。ない普通の絵として見れるかと思いきや難易度次は高かったみたいな話だと思うんですけど、そうですね、うっかりうっかり、いやでも難しくないかな、うん、いやそんな自問自答してていいか、うん、うん、じゃあ、あれですかね、そろそろ締める感じの、はい、どうやって終わったらいいですかね、この回は。どうしましょうか、うん、まあ、あと5分か10分ぐらいで終わったらなと思うんですけど、はいはい、うん、
します。机にどうしましょうか。うん、じゃあそうしましょうか。そうしましょう、はい、座ってみましょうか。そんなにこう開かれたと面識が、はい、今日こんなにちゃんと、ね、はいはい、一言二言しか言ったことがない。一番最初のなんか出会い方はすごい最悪で、うん、なんかある岸井大輔さんのイベント で、はい、で僕が岸井さんのなんか作品について言ってる間が、メツさんはなんか背中向いてずっと絵描いてるみたいな謎の状況だったんですけど、だから今日ほぼ初めて話す感じです。そんな紹介いや、それで、はい、いやでもなんかそういう中、はい、まあ、結構この、うん、なんか密着取材みたいな感じで本当にすごくこう、まあ、割とこの展示を一緒に巡ってきて、はい、うん、まあ、僕はすごく楽しかったですね。あ、僕もすごい楽しかった。楽しかった、うん、まあ、楽しかったですとか言って終わっちゃダメなのかもしれないですけど、めちゃくちゃひどい終わり方を今しようとしてました。楽しかったですね、楽しかったですねみたいな、じゃあまたどこかでみたいな感じになってますけど、うん、まあでもなんかそのお互いこう譲れないところはあって、はい、それをこう譲らずに、はい、なんか膠着状態に何度か陥ったりしたのが何その試合振り返りみたいなそれが私としてはこう、はい、楽しかったし、はいはい、うん、はい、うん、僕だんだん難易度上がっている感覚が、体力落ちても続いたから、はい、それが良かったです。そうですね、難易度上がっていきましたよね、どんどん、ような気がします、はい、そう思います、はい、うん、絵画を読むっていうことだったんですけど、まあ、こうどこまで読めたのかっていう、うん、課題は残りますけど、うん、まあ、こういう絵画を語るときにどうしてもその、外付けハードディスクみたいにこう、うん、くっついたコンテクストばっかりで話してしまったり、うん、まあ、僕がさっき指摘された学芸員語りみたいなもので終始してしまうことが多い中、うん、なんかそれをこうそういう風に陥ったらこう注意し合ったりとか、うんうん、こういうことができて、まあ、その、うん、絵画を語るって意味では、まあ、今日はすごく緊張感もあったし、うんうん、ぜひまたやりたい、はい、第2弾も、はいうん、やっぱり広く開かれたのは自分にとってこうかなりこう、うん、手強いなと改めて思いました。いや、なんかすごい楽しかったですね。はい、楽しかったですね、はいはい、楽しかったです。やべえ、終わってしまう。まあいいよ、これで。はい、これでいいと思います。じゃあ皆さん、長い間、ありがとうございました。ありがとうございました。